佐良監督によりますメンバー表の交換です。まあ、去年はこのバファローズとファイターズの対戦成績見ますと、はい、バファローズが8勝でファイターズが15勝と引き分け2つ、ね、まあ、ファイターズがまあ圧倒したというシーズンでもあったんですが、まあ、今ちょうど、ね、5分というか1勝1敗1分けなんでね、はい、まあ、両チームともにまだ負け越しという状況ではあるんですが、ゲーム前、西村監督、栗山監督、両監督の表情には笑顔が見られました。さあ、両チームの今日のオーダーをご紹介してまいりましょう。まずは三塁側先行のファイターズです。今日は有原が先発のマウンドに上がります。1番に西川入って2番太田の1、2番です。クリーンアップが3番近藤、4番は DH の中田、5番にはセカンドの渡辺が入っています。今日6番にはファースト清宮です。ビアヌエバが今日は7番サード、8番スタメンマスクは石川亮です。ラストバッターショートストップの中島拓也といったオーダーになっています。まあ、だからオリックスとしたらやっぱり中田選手の前に、はい、やっぱランナーをためないということがまず第一条件でしょう ね、 ね、はい、一方あとは、はい、あとはね、6番から下はあんまり当たってないので、うん、やっぱそこにやっぱつながりを持たせないということでしょうかね。そこをしっかり切っていきたいという、ね、ことですね、そうですね、はい、一方のオリックスバファローズ今日のオーダーです。今日は大城が1番で2番が宗という 1,2 番です。宗はサードを守ります。3番にライトの吉田、4番が今日も DH のジョーンズです。5番にはレフトの T 岡田、6番にはロドリゲス入ってファースト、7番キャッチャースタメンマスクは今日は若月です。8番にはショートの足立、ラストバッターセンターの後藤といったメンバーになっています。さ、佐々木原が今日は先発のマウンドにこの後向かっていきます。大前さん、はい、どうぞ。佐々木原投手ですが、はい、前回の西武戦を振り返って、まず良かった点、まっすぐで勝負できましたし、はい、スライダーやフォークでカウントを取れたの、取れたボールもありましたので、その変化球でカウントを取れたらもっと打ち取れると思うと話していました。なるほど、ね、ただその変化球が抜けてしまってボール球が増えてしまい、結果フォアボールを出してしまったこと、この点を反省点に挙げていましたね。まあ、ですがそのあたりしっかり調整してきたので、今回は自分の中で自信はありますと話していました。そうですか。今日の両チームのベンチ情報担当は竹村美穂さんです。まあ、前回は細田さんね、5回で球数も90球まで少し行って多めになってしまいましたからね。そうですね、まあ、でも5回1失点ですよね。そうなんですよ。いや、もう十分だと思いますね。まあ、ゲームはしっかり作ってという、ね、はい、ことではあるんですが、さあ、その坂木原、まあ、前回登板が7月3日のライオン戦、5回被安打5という内容で90球、失点1、しっかりゲームを作っています。さあ、今日はファイターズ相手に今日マウンドに上がっていくという坂木原、今日は山岡投手の登場曲でこの後マウンドに今向かっていこうという佐々木原翼です。オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの今シーズンの第4回戦です。バファローズピッチャー先発は佐々木原、一方ファイターズ有原が今日は先発のマウンドにこの後上がっていきます。1勝1敗1分けで迎えました今シーズン、このカードの4回戦です。今日からスタンドにファンが戻ってきました。さあ、坂木原、もともとこの気持ちを前面に出して星野さん、はい、投げるピッチャーではありますよね。そうですね、ね、僕らの時代は結構あんまり表情に出すなとかって言われたこともあったので、はい、そんな時代だったんですけどね、いやでもいいんじゃないですか。すごく喜怒哀楽はっきりしてて。そうですね、はい、今日のゲームは星野伸之さんの解説でお伝えしています。さあ、坂木原、まあ、前回登板が西武戦です。今シーズン2度目の登板、まあ、開幕はファームスタートではあったんですが、まあ、そこでしっかり調整をして一軍に呼ばれています。まあ、本来ならば今日金曜日はね、開幕投手が投げるという順番ではあるんですが、山岡が脇腹を痛めて登録を抹消されています。だからね、こう開幕投手とね、はい、有原投手とか投げ合えるという、ね、投げ合って自信をつけて、ね、チームに勝ちようっていうのが最高ですよね。なるほどね、はい、さあ、ゲームが始まります。1番西川、ファイターズは今日は西川、太田の 1,2 番です。まあ、ファンもこうやってしっかり間隔を取っての観戦になっています、ね、基本的には拍手だけっていうことなんですね。そうなんですよね、はい、2球目、
変化球が外れます。ボール2です。まあ、まず立ち上がりですね。そうですね、1回の表、はい、今年は榊原はキャンプから調子が全く上がってきませんでした。ここはまっすぐ、本当にね、紅白戦投げてボロボロでしたからね、はい、その後ブル、ね、キャンプのブルペン入ってずっと投げてましたからね、うん、そうなんですよね、本当よくね調整して、はい、ね、高山コーチにメールしてちょっと聞いたんですよ、はい、やっぱね、体が絞れてきたらしいですね。なるほどね。それとかかと重心、うん、はい、の改善ができたと。なるほど。こういうところでやっぱり、まあ、体重のその、まあ、多分セットというかね、うん、したときにずっと、まあ、開きながら投げているという、はいはい、もともとちょっとそういう投げ方なんですけどね、それがやっぱりあの改善されたという、あとはもう投げるイニング、スタミナというところは、まあ、一つ課題はまだあるかなという感じですけどね、はい、さあ西川に対しては 3-2 です。まあ、1人目まだちょっと力が入ってるなっていう感じがしますけどね、最近6試合西川ヒットが出ていません。打っていく、これはセンター前、低いボールをうまくセンター前に弾き返していきました。先頭バッターが出ます。ファイターズ1回の裏、1回の表、ノーアウトランナーは1塁です。2番ライフラー、守るバファローズ守備陣なんですが、榊原と若月のバッテリーです。ロドリゲスがファーストに入って、大城がセカンド、宗がサード、足立がショート、外野は左から T 岡田、後藤、吉田、ジョーンズが DH。 さあ1回の表ファイターズ、先頭バッター西川、7試合ぶりのヒットが出ました。2番の太田、初球まずはカーブから入ってきました。いいですね、あの、はい、あのカーブも今あの、まあ、1人投げてちょっとバランスちょっと思い出したかなという感じですけどね、はい、初球カーブが決まっています。バッター2番の太田、太田選手もまだこの打率の方は上がってはこないんですが、7試合続けてヒットは出ています。ああ、そうですね、でも本当に強力な2番ですよね。まあそうですね、まだ本来の数字ではありませんが、まあ、攻撃的な2番ですよね。そうですよね、1回の表ファイターズの攻撃、先頭バッター1番の西川、センター前ヒット。だからね、あのカウントによってはやっぱり動いてくるのかなとか、はい、そうですよね、ね、ここはやっぱりちょっと神経使いますね、立ち上がりからね。3球目インハイのボールが外れます。まあ、とにかくキャンプの時は直球ストレートが全くダメでしたと振り返っていた榊原、榊原と若月のバッテリーです。さあここもボールが一つ先行しています。ここはでも一つちょっとアウトを取っておきたいですけどね、はい、ツーボールワンストライク、相当いっぱいです。あのその体の開きという話があったんですが、はい、あの本人はその足を上げるときにその体の開きを、うん、まあ、開かないように意識をするということで、自分の中ではかなりその足の上げ方、あのフォームは変えたつもりなんですが、はいはい、という話もしています。あの、ね、本当ね、はい、ちょっと変えることがすごい変わったように感じるんでね、あのなかなかね周りからはねあんまり分かんないんですけど、本人は多分だいぶ変わった感じで調整したんでしょうね。そうなんですね。打ってショートゴロ、ゲッツーコースター、6-4-3と渡ってツーアウト。なんかこう一球一打に拍手が沸き起こるスタンドもいいですね。なんかいいです ね、この声援もね、はい、背番号8、近藤健介、外の変化球うまく打たせました。いや、ナイスボールですね。ツーアウトランナーなくなっています。
バッターは3番の近藤です。それでここで切っておきたいですよね、ストレート147キロアウトコース。まあ、ファイターズの上位打線の各バッターを見ましてもまだ本来のこう打率アベレージではありません。いや本当ですね、なんかスイングを見ててもなんかまだちょっと迷いがあるのかなという感じには見えますよね、ただ中田選手だけはちょっと違うかなという感じです ね。インハイのボールが外れて150キロ、ね、今のもナイスボールですけどね、内側いっぱいのボールがわずかに外れました。まあ、ボールですけどある程度自分で、ね、投げ切れてる感じはあると思いますから、このボールがショートバウンドしています、挟んでいます。これで 3-1 です。ボール先行の5球目、この後4番の中田打って左中間、ランナーは2塁に向かっていく、ツーアウトランナー二塁です。近藤らしい一撃は左中間ツーベース、うまく逆方向左中間に持っていきました。まあ、これはカウントですよね、これはもう打って打ち損じしてくれっていう球だ。なるほどね、そのボールをしっかり逆方向左中間に運んで T 岡田選手も懸命にボール取ったんですが、バッターランナーはセカンドへ。さあここですよね、ランナーセカンド得点圏でツーアウト、まだ初回ですからそんな簡単にこう歩かすっていうのも嫌ですしね、4番の中田翔です。ホームランここまでは7本、打点も17マークしています。まあ、最近5試合もしっかりヒットも出ています。そうですね、7本ですかホームラン、ただまだ上にいますからね、9本打ってるバッターがね、浅村がね、走ってます。本当すごいですね、インハイのボールです。これ昨日の澤田から打ったホームランのシーン、落ちるボールをしっかり捉えました。これも5階席上段席、初球ボール2球目、さあここは変化球、ちょっと怖い球ですよね、ちょっと真ん中に入ってきましたけどもね、ワンボールワンストライク。1回の表ファイターズがランナーセカンド、先制のチャンスを迎えています。思い切ったスイング、ストレート、いいんじゃないですか今のストレートは。149キロ出ていましたが、まっすぐ、さあここはワンボールツーストライクとバッター中田を追い込んだ坂木原、詰まった打球はファーストの頭越えない、ロドリゲスがボールを取りました。この表情坂木原、まあ、初回ランナー背負ったんですが0点に抑えています。ファイターズチャンスを生かすことはできません。1回の表ファイターズは無得点です。まずは立ち上がり坂木原が、星野さん、まあ、ランナー背負ったんですが、そうですね、はい、まあ、今のもでもよくインコース投げ切りましたね、そうですね、まあ、2本ヒット許したんですが0点に抑えています。でもあのゲッツーが大きかったですね。そうですね、一塁がダグアウトのバファローズ、こうやって辛抱してね、あの頑張っておくとやっぱり期待に応えてくれてる打線になってますから、そうですね、もう初回から期待していいんじゃないですか。はい、西村監督、まあ、昨日はこのサヨナラのチャンスがあっただけにあそこは決めておかないとという話は昨日試合後語ってらっしゃいました、まあ、9回10回とチャンスがあったわけですよね、そうですね、
まあ、小島のところなんかね、うん、でもハムのあの玉井投手もいいところ投げましたね。そうですね、最後ね、はい、あれは3-2から結構粘ったんですよね、小島もね、あれアルカスト次ね吉田正尚なんで、そうなんですよね、こう真ん中行きそうな感じなんですけどね、はい、まあ、ファイターズも最後はね玉井と秋吉で、まあ、9回しっかりしのいでというゲームでもありました。さあゲームは1回の表終わっています。1回の裏バファローズの攻撃は1番セカンドスバファローズ対ファイターズの今シーズン第4回戦、星野伸之さんの解説でお送りしています。1回の表ファイターズはランナー出したんですが0点です。守るファイターズの守備のメンバーです。有原と石川亮のバッテリーです。清宮が一塁に入って渡辺がセカンド、宮ヌエバサード、中島がショート、外野は西川を中心に左に近藤、右に太田、中田が DH です。先頭バッターは大城、でもこれ大城もねあんまり打ててなかったんですけど、はい、やっぱ一番に置くっていうことはだいぶ練習でも調子が上がってきたというふうに見ていいんでしょうね。そうですね、右方向打ち上げてライトへ、伸びがありません。大田が落下点です。ほぼ定位置、ボールを抑えています。ワンアウト。ただずっと見るとあのねインコース寄りのやつが甘い球でもなんかこう詰まってるような、はい、なんか振り切れてないような感じがね、この前ねレフト線になんかツーベース打った時のスイングは良かったなと思ったんですけどね、はいはい、メットライフのゲームでしたかね。そうですね、ツーベース1本打ちましたもんね、はい、バファローズ今日のオーダーです。まあ、今日大城宗が 1,2 番を打って、まあ、その後吉田ジョーンズ、T 岡田、ロドリゲスと、まあ、ここは重量打線が続きます。さあ有原立ち上がり、まずは先頭バッターを打ち取ってワンアウトを取っています。バッター2番の宗。大前さん、はい、どうぞ。今日のファイターズの先発有原投手ですが、前回のホークス戦は8回9安打4失点という内容だったんですが、うん、はい、先制点を取ってもらったのに粘りきれずビッグイニングを作ってしまったので、うん、今回は最少失点でいきたいですと話していました。なるほどね、また今年はいい球と悪い球の差が大きいと、うん、はっきりしたボールが大きいので、そこを少なくしていきたいとも話しています。なるほどね、まあ、前回はこう援護点もあったんですがね、粘りきれなかったというこの有原、うん、まだどうなんでしょうかね。そんなにだから、うん、あの力を抜いていい球というピッチャーだと思うんですけど、はい、レフト方向打球伸びていって近藤下がっていてラインの内側、ボールを取っています。宗はレフトフライ、ツーアウト。まあ、前回は7月3日のホークス戦、8回投げて101球4失点、あの時はバレンティンに一発浴びています。背番号34、その有原が初回簡単に2アウトを取っています。2アウトランナーありません。バファローとしましてはこの吉田の前にランナー置きたかったという初回でもあるんですが、まあランナーなしでも嫌ですけどね、はい、特にこの立ち上がりね。そうですね、昨シーズンもこの吉田選手は対有原は12打数の5安打、ホームラン1本、ツーベースが1本。初球まっすぐ151キロ。この球が出るとあのすごく有原投手らしいなという感じですね、はい、そんなに力感があるように見えないんだけど150キロ超えるときはちょっと嫌ですけどね、はい、高いバウンドはファーストゴロ、清宮ベースカバーにピッチャー有原入ってキャンバスを踏んで3アウト。初回バファローズは三者凡退0点です。まずは有原上々の立ち上がり。このゲーム1回終わって両チーム無得点です。
バファローズ対ファイターズの今シーズン第4回戦、星野伸之さんの解説でお送りしています。今日からファンがこのスタジアムに詰めかけています。まだ人数に制限はあるんですが、まあ、そしてこの鳴り物もないという状況で、まあ、大きな声も出せないという状況ではあるんですが、懸命な拍手で声援を送っています。ファンが球場に戻ってきた今日は最初のゲームです。ゲームは2回の表ファイターズの攻撃、まあ、初回ファイターズはヒット2本出たんですが0点です。先頭バッター5番の渡辺、初球アウトコース、アウトローいっぱいです。いい入りですね。渡辺選手はここ3試合はヒット出ていなかったんですが、出ていないんですが、その前の10試合は続けてヒットも出ていました。昨日も最後の打席に、ね、いい当たりしたんですけど、はい、ね、真正面でしたけどね、セカンドね、ヒット性の打球でしたもんね、はい、でも本当にセカンドがね、あそこ守るチームがもうほとんどですね、うん、ねえ、まあ、一昔前とセカンドのポジション、ポジショニングが大きく変わっています。追い込んだバッテリー、打って詰まっています。ショート足立がすくい上げて一塁送球、ワンアウト。先頭渡辺ショートゴロでワンアウトランナーありません。もうちょっと立ち上がりの初回とはちょっと違う球になってきたような感じがしますね、はい、あ、そうですか、はい、これもしっかり内側攻め切りました。まあ、やっぱり、ね、バランスいいから若月もあそこ要求できるんですよね。なるほど、はい、バッター清宮です。今日スタメンでファースト、今日は中田翔は DH。 なんかここは榊原がなんかすごく意識しているような感じがしますけどね、はい、3球目、ここでまっすぐファールボールです。でもやっぱ球は来てるんでしょうね、はい、このバッティングカウントでね、あの外のまっすぐで、うん、まあ、ファール取れるんですからね。このボールが内側低め外れまして 3-1 です。清宮今シーズンここまではホームラン1本です。7月2日のホークス3回戦、ルーキーの津森から一発ツーランホームラン放っています。高めの球外れてフォアボール、ワンアウトランナーは一塁です。なんかこういうところですよね、多分自分でもこうあれって思ってしまうのが、はい、ね、特にそんな対戦して打たれてるわけでもないんでしょうけど、まあ、感情を出しましたけどね今ね。そうですね、はい、こういう後ですね、まあ7番ですけど外国人なんでね。さあビアヌエーバがバッターボックス、まあ、火曜日のゲームから1軍に合流しています。初球のカーブ、判定はボールです。今のはいい球ですけどね、はい、今のは狙ったとこですけど、はい、ちょっと低いのかな。でも最高のボールに見えますがね。最高ですけどね、はい、これが高めにボール浮いて、さあ今力が入りました、ボール2です。まあ、喜怒哀楽を出すのはいいんですけど、はい、この時にはね、やっぱあんまり出さない方がいいですね、はい、一旦ここは若月がマウンドまで行って一声かけました。いいですね、いいタイミングで行きますね、はい、まあ、ワンアウトを取って清宮にフォアボール、うん、続くこのビアヌエーバに対してはボールが2球先行しています。だからこの連続フォアボール出したくないからって言ってスッと行くと怖いですからね、はい、一軍に上がってからはビアノエベはここまでは10打数の1安打。外のカーブを振らせました。
まあ、見極めはそんなにいいバッターではないのかなという感じですね、はい4球目逆球、このボールが外れます。スリーワン。今はインサイドを狙ったボールが外。そうですね、だからそれまではねいいコース行ってたんですけど、はい、そうなると若月もだからインコースをどこで出していいのかっていうのが迷いが出てきてしまうんでね、はい、さあここもボール先行です。5球目ランナー一塁、内側落としてきました。このフォークボール、まあ、もう一回それでも振りそうな感じはしますけどね、フォークでもね。フルカウント3-2、ファーストランナーどうしますか。いや、走るんじゃないですか、ね、はい、レフトへ打球が上がっていきますが、これは三塁側スタンドファールボールです。打球の行方にはくれぐれも気をつけてください。フルカウント7球目になります。あー、このボールが力が入りましたか、高め外れてフォアボール、連続フォアボールです。ワンアウトランナー2塁1塁。平井コーチがマウンドに向かっていきます。そうですね、だから1人目と全然違う球になってるんでね、はい、やっぱり思わず出ますよね。まあ、初回もランナー背負った榊原、この回はフォアボール2つです。どうしてもね、まあ、気持ちではもう抑えてやろうという気持ちは出しているんでしょうけど、はい、それがちょっと力みに変わってますよね。さあ、ワンアウトランナー二塁一塁です。初回に続いて榊原はランナー得点圏に背負っています。石川亮、バッター今日スタメンマスクの石川亮です。今シーズンスタメンマスクは初めて。初球アウトコースストレートわずかに外れました。そうですね、ちょっとやっぱり力んでる分引っかかりの球になっているんでしょうか ね、はい、これね、そのボールが外れています。序盤の2回の表、ストレートバットを振っていきますが空振り。高めのまっすぐ。そうですね、力はあるんですよね、外のストレート振っていってライトへのフライ、吉田が落下点、ボールを取る。三塁ランナー清宮、セカンドランナー清宮、セカンドから三塁へ。ここはタッチアップスタートを切ってきました。ランナー三塁一塁です。石川亮ライトフライ。外のまっすぐでしたね。そうですね、はい、2回の表ファイターズチャンスが続いています。ランナー3塁と1塁です。清宮とビアヌエバ、ね、ここもなんとかね、はい、ランナー出しましたけど、なんとか0点に抑えてほしいですよね。ここは中島、3日続けてスタメンでショートの中島。アウトコースいっぱい、これはいい球です。
ランナー三塁と一塁、2回の表ファイターズの攻撃、このまっすぐ高め、ボールカウントワンボールワンストライク、どっかでちょっとやっぱり力入れるタイミングなんでしょうかね、ほんのちょっとしたことだと思うんですけどね、いい球とやっぱり抜けてしまうとか引っ掛けてしまうっていうのが出るんで、なんか自分の中で一つポイントがね分かればね、はい、もっと安定して投げれるような感じがしますけどね。ここはワンバウンドよく止めています若月。まあ、春のそのキャンプの段階でもなかなかこうリリースポイントを見つけることができなかったという ね話もしていましたが、ただね、ブルペンで投げている姿はそんなに悪い球じゃないんですけど、はい、そこがやっぱり難しいんでしょう ね打たれたくない気持ちとね、はい、まあ、本当は8分ぐらいで投げた方がいい球がいくのは、ね、ある程度分かってるんですけどね。はい、4球目高いバウンド、さあどうだ、これは一塁は間に合いません。清宮ホームに帰ってファイターズ1点先制。今のあの打球はしょうがないですね。内野安打、中島の内野安打でファイターズ1点先制。もうピッチャーが完全に打ち取った打球ではあったんですが、ね、あの打球が一番嫌な打球かも分かんないですね。アンツーカーで高くボールが弾んでいます。まるで取ってすぐ投げてどうなるかっていうところなんで ね、まあ、胸も取りに行ったんですが ね、ツーアウトランナー二塁一塁で打順は1番に帰って西川、初球のカーブが決まっています。さあ2回の表ファイターズが1点先制しています。まあこれで止めておきたいですね。そうですね、はい、ランナー2人なおも追加点のチャンスはファイターズ、うん、2球目ストレート振っていきますが三塁側スタンド。そうですね、だからこうやって点数取られてもあのいい球が投げれるんでね、はい、その前に投げてくれよっていう多分ベンチの思いだと思うんですけどね、はい、まあ、ただこの回の失点はやはりそのフォアボール2つがね結局ね、本当に無駄でしたからね。西川今日最初のバッターボックスヒットを放っています。外のボール際どい球なんですがとこですけど ねわずかに外、うん、もうバッテリーからしたら完全にストライクだと思いますけど ね、ここはストレート低めに外れて 2-2 です。この回1点失った坂木原、もう球数は50球が近づいてくるという2回の表。中島の内野安打、1点先制のファイターズ2回の表、なおもランナー2塁1塁です。ここは変化球を振っていきます、スライダー振っていきますがファウルボール。6球目、これもファウルボールは三塁側。ファウルボールには十分にお気をつけください。やっぱりこうやって一番に回すとこういうね、はい、しつこいバッティングされるんで。そうですね。まあ、前回ライオン戦は5回で球数は90球要した榊原、次のボールがこの2回の表途中で50球目。ライトへ打球が上がってライトの前、吉田落下点です。ボールを抑えてスリーアウト、ランナー2者残塁。
ここはなんとか次の失点は防いでいます榊原。しかし2回の表ファイターズは中島の内野安打、1点を先制しています。2回の表ファイターズが1点先制です。さあ1点追いかけますバファローズは2回は先頭バッター4番のジョーンズ、ジョーンズ、T 岡田、ロドリゲスと、4番5番6番と一発のあるバッターが出てまいります。さあ2回は1点追いかけての攻撃ということになります。大前さん、はいどうぞ。さあこの有原投手なんですが、このジョーンズ選手に対して甘く高いボールを投げますと長打を打たれると思うので低めを意識して投げたいと話していました。対戦を楽しむという余裕はありません、何としても抑えるという気持ちですと話しています。はい、そのジョーンズ、DH に回ってから星野さんね、状態も上がってきましたもんね、打つ方がね。そうですね、守備に関してはあんまり、いいなっていう感じではないので、DH が一番いいかなという感じはしますけどね。ねえ、昨日はヒットがありませんでしたが、その前は5試合続けてヒットも出ていました。2球目ファウルボールで、さあここはジョーンズは追い込まれています。2回の表にファイターズが中島の内野安打、タイムリーヒット、1点を先制しています。あとはね、有原投手の、これからどういう風な出来なのかっていうところで、今1点ぐらいだったらね、この打線はもう全然返してくれるんで、はい、あとは有原投手がどれぐらい調子を戻してくるか、初回は三者凡退に抑えています。そうですね、はい、今までね、大体3点か4点は取られているので、そういう、それぐらいは取られるかもという不安はまだあると思うんですよね。はい、外の落ちるボール、バットが回っています。ジョーンズは三振でワンアウト。このフォークボール、去年も対有原苦しんだのはこの落ちる球でした。バファローズあそこがなんとか、見極めれると、甘い球がこう来る確率がまた高くなるんですけどね。ジョーンズ三振でワンアウトランナーありません。5番の T 岡田、昨日の先制ツーランのシーンです。バーヘーゲンの低めのボール変化球を捉えました。多分悪い時だったらファールとかになるんでしょうね。今年は少しこうオープン気味に構えて、しっかりこう両方の目で、ボールを見ようという意識が強いそうです。やっぱりバッテリーも慎重になりますよね。はい、外のまっすぐ、これはいいコースに決まっています。有原、T 岡田追い込んでワンボールツーストライク。やっぱりちょっとホームラン打たれたくないなっていう感じで、今のもね、高さも間違ってないですね。これは三塁側スタンドファールボールです。野球の受けにはくれぐれもお気をつけください。
外いっぱいのボールです。そうですね、はい、今のもいいコースですからね、でもああいうのファールでいいんじゃないでしょうかね、はい、有原と石川のバッテリーです。今日のゲーム、ここで落ちるボールをここは T 岡でしっかり見極めています。やっぱりああいうのなんかこう、ね、普通にこう見逃せてるんで、はい、非常に状態がいいんだろうなという感じしますよね。今のなんか落ちるボールですけども、ベース板の上ボール通過してますよ ね、今まで悪い時だったら振ってそうな球なんですけどね。しかしこれはいいところ、コースからボールが落ちました。2者連続三振でツーアウト。チェンジアップです。はい、アデロリン・ローリエ。この回もツーアウトを取っています。有原ランナーありません。でも今のもいいところから落としてますよね。いやそうですよね、はい、さあロドリゲス初球、ここはカーブから入ってきます。ここまでホームラン3本です。そう、この前もあれどっちでしたっけ、何戦だか忘れましたけど、はい、カーブ3つぐらい投げて3球目、ね、あのしっかり取られてましたからね。あれは7月4日のメットライフですね、松本から打ったホームランですね、はい、カーブを待ってね持っていきましたもん ね、だからタイミング合わないなと思ってもそのやっぱり対応力がやっぱり早いですよね、はい、4球目ツーアウトランナーありません。ライト方向、打球上がった。さあ距離はどうか、太田がフェンスいっぱい、あと伸びがありません。帰らないですか。あと一伸びという打球でした。快音発したんですが、ロドリゲスはライトフライです。この2回はバーローズは三者凡退0点、ゲームは2回を終わっています。バファローズ対ファイターズ、今シーズン第4回戦、星野伸之さんの解説でお送りしています。ゲームは3回の表に入っていきます、まあ、1回2回とランナーを背負いながらという榊原、まあ、2回はランナー3塁1塁から中島に高いバウンドの内野安打、これがタイムリーヒット、1点を失っています。まあ、その後のピンチは脱しました。さあ3回のマウンドです。3回の表ファイターズは先頭バッター2番の太田大志。この回もファイターズは上位打線です。今日最初のバッターボックスはショートゴロ、併殺打の太田。ライト方向詰まっています。ライト平凡なフライです。吉田ボールを取ってワンアウト。もう真っ直ぐはいいですよね、はい、今のもちょっと甘いんですけど、うん、差し込まれてますもんね。押し込んでますもんね、はい、いやそれをやっぱりしっかりストライク投げれたらいいのかなという感じしますよね、
まあ、当然ねベンチ帰って反省してちょっとフォアボールがっていう思いで3回の、ね、マウンドに上がってるでしょうからね、はい、3番の近藤健介今日最初のバッターボックスは左中間へのツーベース初球のカーブが外れました。アウトローいっぱいです。レフトの左ですがファウルボール。アウトコースのボールを打ち返していきます。ちょっとねインコースがちょっとシュート回転しましたけどね、基本的に右バッターの内側、うん、左バッターの外側がやっぱ一番、まあ、安定感というか、はい、一番コントロールできそうなところな感じがしますけどね、うん、今はアウトコースからのスライダーが外れました。 2-2 です。5球目ストレート叩いてレフこれはライト前これしっかり捉えて今度は2塁に向かうところで止まります。今日は左中間へツーベース引っ張ってシングルヒット。これも今度しっかり捉えています。そうですね、この人に当たりが出てくるとちょっとややこしいですね。そうなんですよね。中田翔さあワンアウトランナーは一塁です。さあまた中田選手の前にランナー出ました。今日最初のバッターボックスファーストフライ変化球打ち上げて高く上がってさあセカンドの大城が取りに行きます。距離的にはファーストの方が近いんですが本当ですね。今のもちょっと危ない球かなっていう感じがしましたけど、打ち損じてくれたんですかね、はい、あの火曜日のゲームで同じようなところにフライが上がってね、うん、セカンドとファーストが譲り合ってツーベースというのがありましたが今しっかり大城が回り込んでボールを抑えています。さあツーアウトランナーは一塁。今のなんかの高く上がったフライというのは星野さん、はい、紙一重なんでしょ。いやそうですよね、まあ、ホームランバッターにある高いフライですよね、はい、アウトになっても気持ち悪い打球っていう感じですけどね。ほんのわずかなこうズレなんでしょうね、まあ、一番バッターがイライラ してるでしょうけどね。はい、ツーアウトランナーは一塁でバッターは渡辺です。2球目はインサイド。ちょっとシュートとちょっと抜けてる感じの球ですね、今のがね。ファイターズは毎回ランナー出しています。ただこういう当たってないバッターをしっかりアウト取りたいですよね、はい、高めのまっすぐです。さあここはバッテリーが渡辺を追い込んでいます。3回の表ファイターズの攻撃、2回に2アウトランナー3塁1塁から中島が内野安打、これがタイムリーヒット、ファイターズが1点先制しています。ね、そんなにいい当たりで取られたわけじゃないんでね、はい、やっぱしっかり、打たれるかもしれないけど思い切って投げることでしょうね、うん、あここは変化球最後渡辺バット空を切っています。ランナー一塁に残塁です。3回の表ファイターズランナーを出したんですが0点です。ゲームは3回の表を終わっています。オリックスバファ
コードはウル君よりご協力をお願いいたします。ウル君よろしく。皆さん、ボコボコボコロウルです。ウルから皆さんにお願いがあります。新しい野球観戦のルールとして、応援歌合唱、代表者同士のハイタッチ、ジェット風船を利用した応援などは禁止させていただきます。ただし、応援メガホン、サリセなどを叩いて応援は可能となります。さあ、バファローズの攻撃です。新しい野球観戦のルールの中で応援もよろしくお願いします。以上、バファローズでした。皆さん、バイバイ。ファイターズ先発は有原、1回2回は三者凡退に抑えています。まあ、ここまではほとんど星野さん危ないボールもないというね、そんな投球になってます ね、 すね。だから、まあ、追い込んだら、はい、フォーク系チェンジアップ系っていう球なんです、そのボール、まあ、難しいんですけどね、はい、結構いいところから落としているので、まあ、それをなんとか、ね、見逃して甘い球をという感じで、有原は3回のマウンドです。まあ、1回2回は三者凡退に抑えています。まあ、今シーズンここまでまだ勝ちはないんですが、今日は相性のいい対バファローズ。さっきの、ね、はい、ロドリゲスは行ったかなと思ったんですけどね、あと一伸びという、ね、打球でした、ね。先頭若月、思い切って振っていきます、ね、若月 も、 でも思いっきり良くなりましたよね、バッティングが。3、4、5、6、7っていうの忘れてましたね。いや、本当そうですね。ここを気をつけた方がいいっていう、ここまでアベレージも2割8分、うん、アウトコースいっぱいのまっすぐです。まあ、今日本当こうストライク先行、少ない球数でここまで来ていま す、 です、ね、コースが間違わないですね、はい。追い込んでバッテリー4球目、外のボール、バットが出ます。若月は三振でワンアウト。有原今日3つ目の三振を奪っています。だから追い込まれると結局あそこを振ってしまいますので、はい、まあ、その手前でできるだけ勝負したいんでしょうけど、やっぱりいいコース投げてるんでね、はい、なかなかヒットというか打ち崩すっていうのはちょっと難しい感じの球だなという感じがしますね、今ね。さあ、この回も先頭バッターを打ち取っています。ワンアウト、バッター8番の足立です。昨日のゲームは足立選手お休みでした。まあ、今シーズンもしっかりこう体調管理しながらというシーズンになっています。そうですね、はい。だから普通で言えば明日デーゲームですよね、はい、明日は基本的には広沢選手が出るのかなという感じですよね、まあ、そういう意味では広沢選手、まあ、多分伝えられてるんでしょうからね、まあ、チャンスですよね、はい。あ、3球勝負、ここも追い込んだ後バッテリーは最後やはりこう落ちる球、4つ目の三振奪っています。だからあそこを何とか見逃さないと、はい、あそこ振ってるじゃずっとなんかあれを投げられそうな感じですけどね。この回も若月、足立連続三振でツーアウトランナーありません。だから基本的には左にはチェンジアップでこう逃がしていくっていう感じなんでしょうね、はい、さっきの T の球なんかそんな感じですよね、はいはい。初球はカーブでストライクを取ってきます。バッターは後藤です。3回までは有原がほぼ完璧な投球内容です。だからコントロールがやっぱりもういいので、はい、基本的にインコースを別に使わなくてもっていう投球になっているような感じですよ ね、 ね、もう全部 ほぼ外主体っていう感じですね。あの今の2球目なんかもチェンジアップですもんね。そうですね、はい、だからそれを振ってくれると、うん、今なんか多分もう全然いい
イメージにない球ですよね。まっすぐね、はい、はい、たまにあれを投げとけばという感じの球でしょうね、はい、なるほど。さあ後藤は追い込まれました。外、これは外外れます。ストレート、でもしっかり低めに指のかかった球がいってますね、はい、ここまでは抜け球とかほとんどありません、うん、これもまっすぐ。なんとかバットを出していきますがファールボールです。ご注意ください。だから左バッターにあの挟んだフォークボールはあんまりないですね。あるとしたらチェンジアップなんで。チェンジアップ、はい、まあ、なかなかねこの球がいいんで一発で仕留めるというよりは今みたいに粘る、はい、ここもファールボールです、ね、今の中だいぶ甘めにこう、ね、気出しているなという感じがしますけどね、はい、これはチェンジアップですね。やっぱり左にはチェンジアップですね。ただねあのまっすぐのやっぱコントロールがいいんでそこから落とされるとどうしてもね、はい、振っとかないとっていうことになってしまうんで。今7球目が外れました。やっぱりこうやってね誰かこう投げさせるバッターが、ね、いないとダメですよね。気持ちよく投げさせてたらダメですね、はい、これはコースが外れています。今の多分フォークボール、ちょっと引っ掛け気味なんですよね。今スライダー回転になりましたもんね、はい、さあ3、2粘って後藤は、さあ有原次が9球目になります。あとデッドボールと足に当たっています。初めてランナー出ました。ここは後藤が粘りました。今もこう珍しくこうラインから外れましたもんね。そうですね、今でもチェンジアップですね、はい、握りはね。これ外れて足に当たっていますが、フォアボールです。さあ、2アウト1塁、初めてランナーが出ました。でもこうやって粘ってるとチャンスボールというか、フォアボールもあるし、ね、はい、うん、チャンスボールも来る感じがしますね。さあ、2アウト1塁でバッターは1番に帰って大城。今日最初のバッターボックスライトフライです。そうか、スライダーから入ってきました。ツーアウトランナーは一塁です。今クイックで投げてきました有原、ね、はい、まあ、当然、ね、もう 9番バッターが出ているので、はい、走ってくるだろうという想定のもとで投げてますから、まあ、それでも、まあ、どっちにしてもやっぱ外主体ですよ。もうもう3球目、一塁へ牽制球。後藤は手から戻っています。今シーズンここまで盗塁を2つ決めています後藤俊太。アウトコースいっぱいのボール外れます。いや、ストライク、いやストライクですね、失礼しました。いっぱいに決まっています。このいいボールですね。いやー、今のなかなかだいぶ遠く見えますね。遠いボールですよ ね、 ね、まあ、でもやっぱり安定してるからね、うん、やっぱストライクっていう風に見えますよね、はい、やっぱりね、審判もね。
今の流れでいけばもうフォークボールっていう感じできそうですけどね、はい、決め球はね。さあ追い込んだ有原、ツーアウトランナーは一塁です。ここでも来ましたね、インコースね、内側に来ましたね、ファールボール。ツーシームですね。ツーシームですね。はい、これもいいコースですね。うまく打った。これが初安打。ここはしっかり逆方向に叩いていきました大城。2アウトランナーは2塁1塁です。リプレー、フォークボールを捉えて、これもスライダー回転のフォークボールですね、はい、それとちょっと高いですもん ね、その分しっかり捉えて、打球はライト前、クリーンヒット。ここはちょっと2アウトですけど、はい、一気にね、点数取っていきたいですよね。さあ2番の宗、今日最初のバッターボックス、レフトフライです。この宗選手も開幕はファームで迎えたんですが、7月に入ってから1軍に昇格。初球変化球から入ってきました。ランナー2人、後藤と大城。まあ、おそらく初球もあのチェンジアップから入ったと思うんですが ね、はい、ある程度投げる球はなんとなく分かる感じはしますけど、はい、ただコントロールはいいですよね、うん、今の大城のやつはちょっと浮きましたけど、はい、膝元のボールが外れます。今のはカットですね、カットボールですかね、ちょっと動かしますね、はい、本当この回も2アウトまでスイスイ来たんですが、あの後藤が粘ってフォアボールを取ってから少しこう球数も多くなっています。あれでなんか嫌な、ちょっと嫌な感じがしてきたんじゃないですか、はい、ショートライナー正面、中島ボールを取っています。宗もうまく打ち返したんですが、ショート中島の正面でした。3回バファローズランナー出したんですが0点、ゲームは序盤3回を終わっています。ゲームは中盤4回の表、ファイターズの攻撃。先頭バッターは6番の清宮。
2回目のバッターボックス。球目はアウトコースいっぱいです。そうですね、だから今の139キロですけど、はい、あそこでいいですよね、うん、コントロールでカウントを稼いでいくっていう考え方でいいと思いますね、はい、引っ張ってセカンドゴロは正面、大城この位置に待っています。セカンドが深い位置に守備位置ポジションを取ってます。ずっと見てますけど、はい、あんまりあそこにボテボテっていう際どいプレーっていうのがあんまり見ないですね、うん、前の打球ないですもんね。ないですね、はい、ほぼ正面です。もう感じで言うと外野の芝生の中でボールを取るというね。そうですね、ワンアウトランナーありません。ビアヌエバ、まずは高めのまっすぐ、いいんじゃないですか、攻めてるんじゃないですか、はい、ファイターズは2回中島のタイムリー内野安打、1点を先制しています。あの回の失点には榊原はフォアボールが2つ絡んでいました。窮屈の打球をレフトの左 T 岡田がフェンスの手前、どうかジャンプして通っています。ナイスプレー、難しい打球だと思うんですがよく取りました。なんかレフトに行ってからものすごい動きがよく見えるんですけどね、この前もどっかですごいいい守備をしたような。はい、キャッチャー石川遼、メットライフですよね。メットライフですか ね、はい、それもね、2年ぶりの、ね、レフトのポジションということではあったんですが、これは難しいところよく取りました。ツーアウトランナーありません。4回の表ファイターズの攻撃、初球ストライク。この回は T 岡田選手好プレーもありました。バッターは石川遼です。緩いカーブが決まっています。外のスライダー、4球目アウトコースまっすぐ。なんかちょっとテンポを早めたような感じがしますね、サイン見るのも早いですね、うん、いい感じですね。これは一塁側、ファールボールにはお気をつけください。まあ、感覚はやっぱりこうしっかり取ってファンが、本当ですね、まあ、スタンドの中ね、はい、はい、なんかこう綺麗にファンの方が散らばってるって感じですね。いや本当ですね、はい、内側のボール、バットが中央に来ています。石川三振でスリーアウト。その4回ファイターズはこのゲーム初めての三者凡退です。 T 岡田の好プレーもありました。4回の表終わって1対0、ファイターズリードは1点です。さあ他球場です。千葉のゲームは点の取り合い、序盤3回終わって5対3と、ここまではマリーンズが2点リード、ニールと石川の先発で始まっています。ペイペイドームの方はこちらは
ここまではホークスが1点先制しています。松田に第1号のホームラン、則本と東浜両開幕投手の先発で始まっています。名古屋ドームはカープが1点リード、甲子園では両チーム先頭バッターがホームラン、梶谷と近本に一発が出てタイガースがリードを奪っています。バファローズ対ファイターズ今シーズン第4回戦、星野伸之さんの解説でお送りしています。まあ、1回2回は完全に封じ込められましたこのバファローズではあるんですが、まあ、3回はチャンスを作りました、はい、そしてこの4回は先頭バッターが3番の吉田、ね、さあここの打順でちょっと追いつくか、ね、ちょっと点数欲しいですよね。ゲームは中盤です。まあ、この打順も二回り目ということもあります。初球ストレート、ご覧のように正隆シフトを取っていますが、ビアヌエバが三遊間の真ん中です。この打球はファースト清宮キャンバスを踏んでワンアウト。大林さん、はい、どうぞ。ファイターズの木田投手コーチからここまでの有原投手のコメントが届いています、はい、立ち上がりから集中できていて本当にエースらしい投球をしている、うん、4回以降もこのまま続けてほしいと話しています。なるほど、まあ、確かにもう1回2回はほぼ完璧な投球内容でした。3人目は木田コーチ、今もツーシームを、ね、しっかり打たせましたね。そうですね、やっぱり基本まっすぐ投げたところから外は逃げる球っていう、まっすぐの時は、ね、非常に高さ気にして投げてますよね。レフトへ打球が伸びますが切れました。ポールのわずか左、やっぱりここの打順は怖いですよね、変化球を捉えてもね、軽く振ってるんですけど ねボールのわずかに左です。もうちょっと詰まってもいい、届いてますよね、はい、多分ね、まあ、メジャー志向があります有原投手ですから、まあ、昨日も、ね、記者団でがこのジョーンズ選手との対決は楽しみですかという、ね、質問も飛んでいたんですが、まあそうですね、はい、まあ、今日は楽しむというよりまず自分に勝ちをつけたいチームと、まあね、いうところはあるでしょうね、うん、これ落ちるボールです。そうですね、やっぱジョーンズもあそこやっぱりまっすぐに見えるんですね、まあ、自分でも今ね手でもうちょっと高いのっていう、あ、なるほど ねイメージしてましたけどね、内側厳しいコース、まあね、最初のやっぱあの打球見るとね、うん、やっぱちょっと幅もちょっと使っていかないとっていう風になりますね。そうですね、はい、今はツーシームで厳しい内側のボールを使ってきました。カウント 2-2 です。ゲームは中盤4回、まあ、基本的には落としてくるパターンでしょうけど ねあ、外ジョーンズ三振です。今日5つ目の三振を奪っています。結構ボール球、この、ね、映像で見てるとボール球に見えるんですけど、うん、バッターからするとやっぱりゾーンからちょっとこうスライドして落ちる感じなんですかね。軌道としてはこうスライダー回転する、ね、ボールなんですかね。ツーアウトランナーありません。さあ T 岡田、ここまでホームラン5本です。初球ボール2球目、うん、落としてきます。やっぱりゆったり待ててるんでしょうかね、その全然振りそうにもならないので、本当によく見えてるんだなという感じはしますけどね。
3球目、まあ、ここは1球見ました。まあ、まともにまっすぐやっぱり来ないです ね今もチェンジアップですもんね。これは差し込まれています。ライト太田一旦下がって前に出てボールを取っています。この回は吉田ジョーンズ、 T 岡田倒れました。有原が三者凡退にここは打ち取っています。ゲームは4回終わって1対0ファイターズリードは1点です。ゲームは4回終わっています。ここまではファイターズが1点のリード。バファローズ対ファイターズ今シーズンの第4回戦、星野信之さんの解説でお送りしています。今日からこのスタンドにファンが戻ってきました。プロ野球です。ゲームは中盤の5回の表に入っていきます。5回の表ファイターズは先頭バッター9番中島。ファイターズ2回の1点はランナー3塁1塁からのこの人の内野安打。初球のカーブが決まっています。大前さん、はい、どうぞ。その先制点についてなんですね、はい、中島選手ラッキーです、チャンスで回ってきたので先制点を取ることができてよかったですと話しています。はい、まあ、バッターからすると本当ラッキーなヒットということになりますね。一番嫌な当たりですよね、はい、アンツーカーで高く跳ねたボールが結局は内野安打、まあ、サードそしてピッチャーというその間にボールが、ね、飛んでいったんですが、ファウルボールは三塁側です。打球の受けにはくれぐれもご注意ください。またこの9番から、ね、中島選手から始まるとこう粘るんでね、はい、結構この1人に時間を費やすの嫌なんですけどね、うん、ここは高め力が入りました。坂木原、ゲームは中盤の5回の表に入っています。内側のスライダーがわずかに外れました。本人はなんかねいいところ投げれたっていう顔をしてますけどね、ただフォアボール出したくないですね、ここはね、はい、しっかり勝負してほしいですね。 3-2 です。外の高めの球バットを出していきました。フォークが今ちょっと抜けたんですね。そうですね、はい、すごいところでファウルしますからね。このボールが低め外れました。フォアボール、先頭バッターにフォアボールです。中島が出ました。まあ、ちょっと低いですね。ただここちょっとねなんか本当に動いてきそうな感じはありますよね、はい、まあ、回も中盤5回です、はい、1点リードのファイターズがチャンスを掴んでいます。ノーアウト1塁です。
先頭中島フォアボール。打順は1番に帰って西川春樹。今日初回先頭バッターでセンター前ヒット。まあ、単独スチールだったらしっかりクイックさえしとけば若月の方だったら十分ね、はい、刺してくれると思うんですけどね。中島は今シーズンここまで盗塁は3つ決めています。初球を落としています。そのボールが外れます。今のもねいいところからフラッシュに行ってるんですけどね、ランナー一塁に中島。打順は1番の西川です。初球ボールフォークボールが外れました。2球目ジャンプしてボールを取っています若月。多分、まあ、クイックで投げなきゃいけないんで、やっぱ体がね、はい、やっぱり投げ急ぐとやっぱり前に、ね、突っ込んでしまうという球ですよね。ショートの足立が一声かけます、ね、みんながいいタイミングでいきますね、さあボール先行の3球目外いっぱい。さあどっかでねそろそろですかね。そうですね、もしかしたらね仕掛けてくるカウントかもしれませんが、うん、4球目動いてこない。打球ライトへクリーンヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。今日西川2安打。7月2日以来のマルチ安打になりました西川。まあ、基本的にねやっぱランナーが足が速いんでね、どうしてもまっすぐ系が多くなるというのは頭にあったでしょうね、西川選手もね。それをしっかり捉えました。さあ西川のヒット。ノーアウトランナー二塁一塁です。さあ1点リードのファイターズ5回の表追加点のチャンスを迎えています。ここはちょっと榊原にとっては大きな山が来ましたね、中盤の5回です。バッター2番の太田、得点圏打率は3割4分6厘今シーズン。ここまで外の変化球思い切って振っていきますが空振り。この方はクリーンアップ、近藤、さらには中田。そうなんですよね、はい、だからこの近藤3番の近藤選手がやっぱ当たってるね、ちょっと2安打してるんで、ここでまあできればさっきみたいなゲッツー欲しいですけどね、はい、打ってショートゴロ6、4、3と渡ってゲッツー。今しっかり内側攻めていきましたバッテリー。いや本当理想通りに取れましたね。3番レフトフィルダー近藤圭介。まあ本来ならばランナー二塁一塁で2番バッターであればバントというケースも少なくないんでしょうけども、まあ、ここは攻撃的な2番バッター太田。ツーアウトランナーは三塁です。太田選手は今日2つ目の併殺打。さあここでほっとしないようにしないといけませんね。ランナー3塁にいます中島。今日2安打の近藤。左中間へのツーベースとライト前ヒット。2打数2安打。このシリーズ3試合続けてヒットも出ています。おとといのゲームは鈴木優から右中間にホームラン、あるいは低めのボールをしっかり捉えました。そうですね、低めのねインコース寄りの低めだったんですけどね、初球ボール2球目
内側のボール、スライダーが外れます。さあここはボール先行の榊原、ランナー三塁にいます。5回の表、ファイターズが追加点のチャンス。3球目外いっぱいです。ツーボールワンストライク、4球目まあ今のボールにもしっかりこう反応してバットは出しません。今のもねいいところから投げてるんですけど、だいぶちょっとこういい感じで、感覚は戻ってきてる感じがしますよね。あ、そうですね。スリーワン、5球目です。ワンバウンドよく止めた若月、フォアボール。ツーアウトランナーは三塁一塁になります。さあ4番の中田を迎えるところで平井コーチがベンチを出ました。マウンドに向かっていきます。そうですね、だから2打席凡退してるけども、さっきのやっぱりちょっと打ち損じの、感じのバッティングだったんで、まあね、ずっと当たってるんでなかなかね、どういうふうに勝負するか、ここ見どころですけどね。そうですね。で5番の渡辺選手がやっぱり当たってないんでね、まあ、かといって満塁にしてもいいよっていう感じではないんですけどね。そうですよね。中田翔。さあ5回の表ファイターズチャンスが続いて、2アウトランナーは1塁と3塁です。さあそして迎えるバッターは4番の中田翔。今日ここまではフライアウトが2つありますが、アウトローのボールが外れます。やっぱりそこになりますよね。もし打たれてもヒットっていうところの勝負になってくるでしょうね、まずは長打警戒という、ね、場面でもあります。初球ボールアウトコース、2球目これはストライク決まっています。146キロ。さあ1球2球と外を攻めてきました。いやもうそこですね、そこからやっぱりシュート回転させないことですよね、まあ、ワンバンはね若月がうまいんで、全然ワンバン投げても大丈夫だと思うんでね、一番怖いのは外狙ったやつが入ってくるっていう。なるほど。インサイド詰まった、ファースト追っていきますがこれはファールボール、一塁側スタンド。ファールボールには十分にお気をつけください。今のもコースは間違ってないからいいですよ、インコース。さあ外外内と攻めましたバッテリー、ね、当然バッターの頭には当然落ちるボールっていうかね、追い込まれてるんで、そこをどう振らせるのか裏をかくのかっていうのが、これ若月のリードを見ものですよね、去年のこの榊原対中田翔は7打数の1安打、今日も2打席は凡退していますが、この場面ランナー2人出ています。ここは変化球、甘く入ったボール、今のは危ないね。ファールボール、スライダーが少し甘く入りました。ほぼ真ん中、今のは本当でも今日だいぶ打ち損じが多いですね。外いっぱい、見逃し三振。佐々木原のガッツポーズが出ました。
ランナー三塁と一塁に残塁です。5回の表ファイターズチャンスを作ったんですが0点ゲームは5回の表終わっています。一塁がダグアウトに戻った若月、最後はアウトコースまっすぐ勝負、外いっぱい、最後一番いいボールが来ましたね。いやもう、はい、その前がね、はい、ファールになってくれてよかったんですけど、よく決めましたよ、ね。まあ、一つこれね中盤の山だったと思うんですが、そこをそのピンチをしのいでいますバファローズのバッテリーです。ここまではファイターズが1点のリード、ゲームは5回の裏に入っていきます。ロドリゲスが先頭バッターです、ね、点差1点、はい、オリックスは早く追いつきたい、1点取りたいし、ね、ハムももう1点取ったら、ね、今日の有原の時じゃなかなかこの1点でしのいどかないと、結構このフォークボールにね、あのボール球手出してるんで、初球ストライク、ここは見ました。ただね、初球も結構コントロールがいいんでね、無理に打ちに行ってもね、はい、なかなか難しいですよね。2球目アウトコースのカーブが外れています。今も低めボールは変化しています。そうですね、まあ、さっきまっすぐねいい当たりされてるんで、なかなかまともにはいけないですよね。有原追い込んで外のボール、なんか想像してたよりもなんかめちゃくちゃ多いですね、はい、変化球はね。そうですね、まっすぐも、まあ、たまにいいまっすぐも投げてるんですけど、はい、こっちの確率がいいと思って投げてる、まあ、ボール球に、ね、あの手を出してるからっていうのもあるんでしょうけどね、先ほどはライトへの大きなフライでした、ね、あれは入ると思いましたけど、さあここコースが外れて、さあ 3-2 です。フルカウント、外のボール、あー同じボール続けてきましたか。まっすぐ一球もなかったですね。このフォークで攻めてきましたバッテリー。でもあそこは引っかかってるというよりコントロールできてるんでしょうね。そうなんですよね、はい、3-2 まで行ったんですが、まずは先頭バッターを打ち取った有原、ワンアウトランナーありません。ここまでバファローズのヒットはまだ1本です。バッターは若月、初球のカーブを振っていきますが一塁側スタンド、ボールの行方には十分にご注意ください。2球目、ここも空振りです。
今のもフォークかチェンジアップかですもんね、はい、今のあれは多分投げた本人はまずいと思って投げてると思うんですけど、あれぐらいタイミング来るとね、やっぱ思い切ってきますよね、はい、これがライトのヒット、今は高めのボール、それを若月逃しませんでした、ライト前ヒット、バファローズ2本目のヒットです。今珍しくコントロールミス、そうですね、高めに行きました、でも若月よく打ちましたね、はい、追い込んではいたんですが有原この表情です。でもやっぱりこう配球見てるとね、やっぱまっすぐは気をつけて投げなきゃっていう思いなんでしょうかね、はい、今のこれまっすぐ打たれたんでまた変化球攻めになる可能性は高いですよね。8番の足立です。今日最初のバッターボックスは三振でした。お疲れ様でした。初球内側、アウトコースいっぱいです。これはいいコース、ストレート149キロまっすぐ、アウトコースいっぱいです。完璧です ね、 ね、さあ有原が2球で足立を追い込んでいます。ピッチャーゴロ16-3と渡って併殺だ。有原ランナー背負ったんですが足立をピッチャーゴロ併殺だに打ち取って、5回はバファローズ0点です。ゲームは5回終わってここまでは1-0、ファイターズが1点をリードしています。ファイターズ先発有原、まあ、3回と5回はランナー背負ったんですが、まあ、ここまではまあほぼ危なげないピッチングと言ってもいいかもしれません。さあ前半5回、ここまでを振り返ってまいります。バファローズ先発は榊原、その立ち上がりです。先頭バッター西川ヒットでランナー1塁、2番太田、ここは外のボール引っ掛けてショートゴロ併殺だ。3番近藤がツーベースを放つんですが、4番中田翔はファーストフライ、ロドリゲスがジャンプボールを取っています。2回ですファイターズ、ツーアウトランナー3塁1塁で中島の打球が高く跳ねたボールがピッチャー取るんですが内野安打、ファイターズ1点を先制します。有原2回のピッチング、ジョーンズフォークで三振、 T 岡田もここはチェンジアップでスイングアウトの三振、ロドリゲスの当たりはこれいい感じで上がったんですがフェンスいっぱいのライトフライで、2回も三者凡退に抑えました有原。4回です、ビアヌエーバの当たりをファールゾーンでスティーヨカダボール取っています。離しませんでした。好プレー。この後石川亮はスイングアウトの三振、まあ、この試合初めて榊原三者凡退に抑えます。さあ5回の表のファイターズはランナー二塁一塁ノーアウト、ここで太田はショートゴロ併殺だ。太田今日2つ目の併殺だ。ツーアウトランナー三塁、その後近藤を歩いてランナー三塁一塁となって、バッターは中田翔、最後相当いっぱいのストレート、バットが出ませんでした。見逃し三振、榊原も吠えました。まあ、ここまでは1対0とファイターズが1点のリード、ゲームはこの後後半に向かっていきます。まあ、ここまで榊原もランナーを出しながらの星野さんね、はい、
なんとか1点しのぐという。そうですね、はい、要所要所頑張ってますね、はい。まあ、有原も3回は、ね、ランナー2人背負ったんですが、まあ、それ以外はほぼ危なげないピッチングですね。そうですね、だから落ちる球をどうにかこう見逃せないのかなっていうね、そういう感じですよね。そうですね、まあ、この後バファローズも大事な3巡目に入っていきますから、まあ、そこでどう対応していくのかということにもなってきます。バファローズ対ファイターズの今シーズンの第4回戦、星野信之さんの解説でお送りしています。今日からこのファンが球場に戻ってくるというプロ野球、本当に2月の末から無観客がずっと続いていて、まあ、開幕も3ヶ月ずれ込んで、まあ、待ちに待ったこの開幕があって、まあ、それから3週間経ってようやくお客さんが球場に戻ってきました、ね、ようやく球場らしくなってきました ね、はい、いつものようにこう鳴り物はないんですが、それでもこの拍手が響き渡るというね、いいですよね、たまにみんなが集中して野球を見てくれてるなというのはよくわかりますよね。そうですよね、はい、まあ、こうやってしっかりこう距離をね、一定の距離を保ちながらという感染になっています。これマスクがないと、はい、ダメなんですね。そうです、もうマスク着用義務付けられてますね、さて明日の予告先発バファローズは田島で、金子ですか、ね、他球場ご覧の通り明日は午後2時プレーボールのデーゲームです。このカード6回、榊原マウンドに上がっています。5回まで球数は96球です。まあ、おそらくこの回までかなという感じはしますけどね、まあ、被安打5という内容で与えたフォアボールも4つあります。奪った三振が3つ、失点1という投球内容、まあ、ランナーをまあ背負いながらも要所をここまでは抑えています。でもいい投げ合いしてるんじゃないですか、有原投手とね。そうですね、有原も好投で三塁がダグアウト、まあ、今シーズンの初勝利を目指しての今日のマウンド。6回の表先頭バッター5番の渡辺、外の変化球振っていきますが空振りです。なるほど、当たってないバッターってちょっと無理やりに打ってきてる感じが見えますよね。まあ、火曜日からの連戦、まあ、ここまで3試合まだヒットが出ていません渡辺、まあ、その前はしっかりヒットを放っていたんですが、だから当たりが止まるとやっぱり、はい、だん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 おかしくなると言いますかね、ボール球を振ったりとかっていう風にはなってきますよね、いい当たりしても正面ついたりとかね。うん、6月の25日の楽天戦以降は10試合続けてヒットも出ていたんですが渡辺、ただまあこの人は一発もありますしね。そうですね、だから今のだから中田選手なんかも打ち損じが多いし、うん、最後ね、はい、うん、見逃したらいいところ来るし、さあサード取れません、痛烈な当たりでした。サードは胸、サード強襲のヒット、今のボールが榊原のちょうどこの試合の100球目でした。6番ファーストベースか、まあ、ここはでも100球いったんで、まあ、ブルペンも用意してるでしょうからね、強い打球でした。まあ、有原投手の出来を見ても、うん、もうちょっといってもやりたくないの で、ね、継投っていうのも十分ありますよね。さあ先頭バッター出ました、6番清宮、初球外高めボールが外れます。アウトコース高め、ちょっと球がね、ちょっと浮いてきましたね。さあ100球超えてきた榊原、そうですね、ただまあまあまだブルペンには連絡はまあ先にはもう入れてるでしょうけどね、うん、はい、
3球目を振っていきますがファウルボールです。今のもちょっとね高い、そうですね、多分見逃したらボールかなっていう球ですけどね、はい、吉田と斉藤ですか。そうですね、左側に斉藤光輝、右側に吉田和正。これも完全なボール球。だからここをこういうところしんどいところを乗り切ると次の回ね、もしかしたら逆転してくれるかもっていうことがあるので、こういう時に踏ん張り時なんですけどね、はい、さあここボール先行の 3-1 です、ノーアウト一塁。4回以外はランナーを背負っています。坂木原外いっぱい、これで 3-2。 坂木原もこの回がここがまあ一つね踏ん張りどころ。そうですね、はい、まあ、ここでもうフルカウントでおそらくね動いてくるでしょうから、うん、若月の際にうなずいてランナーちらっと見た。清宮に6球目、ランナースタートの構えだけスイングアウト、清宮三振。まあ、ボール先行したんですが清宮を三振に打ち取っています。ワンアウト。ちょっとブルペンに今連絡してますね、最後はスライダー。ワンアウトランナーは一塁です。おそらくこれがつながれたら交代かもしれませんね、バッタービアヌエバ。初球のボールがワンバウンドしています。この6連戦の最初のゲームから1軍昇格のビアヌエバ、そのゲーム7日のゲームでヒット1本放ったんですが、昨日そして一昨日はヒットがありません。7月2日の鎌ヶ谷でのライオン戦、イースタンリーグのゲーム、あのゲームでホームランとツーベース、4打点という活躍を見せまして1軍昇格です。あんまり足が動かないで腕でのタイミングで振ってるな。レフトへ打球が上がってレフトをティーオーで見上げてスタンド入ったホームラン、ビアルエバ第1号、貴重な追加点ファイターズ。ここで出ました一発ツーランホームランです。今シーズン第1号のホームランです。ここで坂木原が打たれました。今ホームイン3-0、ファイターズも欲しかった追加点。ここでピッチャーの交代です。まあ、今シーズン第1号ということはもちろん移籍後第1号ということになるんですが、そうですね、痛いホームランですね。ここで坂木原マウンドおります。栗山監督も非常にこのファームからの報告で状態がいいということを聞いているんですという話をされていたんですが、ここは期待に応えましたビアノエバ。坂木原からのホームラン、これがツーランホームランで3点目が入っています。坂木原もここですよね、こういうところですよね、はい、6回途中3失点でマウンドを降ります。坂木原、なんとかそれまではピンチもありながらしのいでいたんですがね、ここもスライダーが真ん中内側から入ってきて、まあ、肩口からこう曲がってくるボールです。まあ、それまでも何度かこう投げミスがあって相手 の, このミスショットもあったんですよ ね, すね、ただまあ本人もいろんな意味でこの回で終わりだろうしっていう思いもあって、まあ、気持ちでは頑張ってたんでしょうけどね。はい、6回途中5回と3分の1、108球を投げて降板の坂木原、被安打7、
まあ、そのうち1本がこのビアヌエバの一発ツーランホームランです。3失点でマウンド降りました。まあ、だからね、まあ、普通で言えば3点ぐらいは取られると思って出してはいるんでしょうけど、うん、ただここまで来て展開がね、うん、もう有原投手もいいので、これも絶対上げちゃいけないというのを意識しながらピッチングして抑えれるようになっていかないとダメですよね。そうですね、はい、さあ吉田和正が2人目マウンドに上がっています。今シーズンこれが6試合目のマウンド。ワンアウトはランナーなしという場面でバッター石川です。初球まっすぐ、まあ、ただ有原投手もねやっぱ3連敗してるんで、はい、やっぱ1つ勝つって結構難しいんですよね。1つ目だからね、この3点で止めておけばねチャンスはあると思いますよ、はい、有原には貴重な援護点の追加点が入りました。3点目。3球目吉田アウトコースボール。前回登板が7月8日のファイターズ2回戦この球場のゲーム2番手でマウンドに上がって2回をしっかり抑えました。まあ、今ねオリックスもまあ抑えがディクソン、はい、その前にヒギンスですかね、だからそこの間7回のところをどうするかっていうところが一つあるので、まあ、今山田と澤田ぐらいでしょうかね。ということになるんですかね。吉田和真カズマサですよね、はい、カズマサはどっちかというとビハインドで投げているというイメージがやっぱ強いですよね。まあ、回もまたげますからね。そうですね、まあ、今このね、まあ、海田がファームで調整中、はい、故障で日賀が戦列を離れました。そうですね、日賀が痛いですよね、はい、調子が良かっただけにね、はい、フォークボールファールボールです。まあ、ただディクソンがね、西武戦の時ですか、はい、ワンアウト満塁から、ね、抑え切ったところでちょっと吹っ切れたかなという感じがしてるんでね、はい、うん、なんとかそこまで回せるようにという感じでしょうけどね。6球目ストレート振っていきますがファウルボールです。この回途中からマウンドに上がりました2人目吉田和正。外いっぱい、これはストレート、いいコースに決まっています。石川三振で2アウト。ちょっとカットさせた、今カット系ですね、ナイスコントロールですね、相当いっぱいです。ツーアウトランナーなしでバッターは中島です。初球アウトコース、2回には先制のタイムリー内野安打の中島。フォークを続けてきましたピッチャーゴロ、これで3アウト。しかし6回の表ファイターズはランナーを置いてビアヌエバの一発、今シーズン第1号のツーランホームラン出まして2点追加、ゲームは6回の表を終わっています。
6回の表ファイターズが貴重な追加点。このビアヌエバの一発、ランナー置いてのスライダー、肩口から入ってきました。そのボールを捉えました。移籍後第1号のホームラン。このツーランで貴重な追加点、3点目が入っています。ファイターズです。貴重な追加点をもらった有原のピッチング。サギエマ6回の裏に入っていきます。有原にとっては星野さん、はい、貴重なこの追加点が入りました。そうですね、はい、欲しかったでしょうね、まあ、ここまではヒット2本の投球内容です。まあ、ちょっと予想ね、長打力あるのは分かってましたけど、はい、そんなに、打ち取れないバッターでもないなと思ってたビアヌエーバがね、ちょうどいいところに行ってしまったのかなという感じですよね、はい、さあ3点差を追いかけて先頭バッターは後藤。今日最初のバッターボックスは追い込まれてから粘ってフォアボールを取っています。そうですね、 はい、あれがでも結構効いてますよね、次の大城のヒットにね、まあ、こうやって今追い込まれましたけど、さっきみたいに粘ってほしいですね。はい、ツーストライクナッシングです。まあ、球数的にも非常にいいペースで来ています。そうなんですよね、もう関東ペースの球数なんで、ここワンバウンド。まあ、ここまでは0勝3敗、まだ勝ちがありません今シーズンの有原。もう現時点で勝利投手の権利は持っています。そうですね、はい、まあ、それでも、もう今日は球数が、ね、少ないんで。ここはチェンジアップ、スイングアウトの三振です。今日7つ目の三振奪っています。1番セカンドベースマン、フォーク、チェンジアップに投げてますね、はい、6回先頭バッター後藤が倒れました。ワンアウト。打順は1番に帰って大城、今日ここまではヒット1本です。さあ、打順は3巡目に入っています。ストレート振っていきますが、ここは空振り。いや、これでね、3点差がついたんで、まっすぐもまあ普通に投げれる状態になってるんで、ちょっと大胆さが出てくるとやっぱりバッター絞りにくいですね、もうね。さあ、ここも有原が追い込んでいます。ワンボールツーストライク。低めのツーシームです。パターンとしてはね、こういうのでカウント取ってもほとんど右バッターはフォーク、フォークですもんね。ここはまっすぐできましたがファールボールです。点差でやっぱりちょっと余裕を持っては来てるかもしれませんね。まあ、でもその前からでもまっすぐ使っててもおかしくないんですけどね、まあ、よりボール球を振ってくれる方がありがたい、確率は、ね、上がりますからね。そこの誘い球をどうするかですよね。右方向ライトフライです。伸びがありません。ライトは太田、少し下がってボールを取っています。これで2アウト。さあ、この回は後藤、大城倒れまして2アウト、ランナーはありません。まあ、こちらは後藤光隆バッティングコーチ、今少し、この首をひねっていますが、いかんなという表情が映っていましたが、ツーアウトランナーなしでバッターボックスは宗。まあ、おそらくね、追い込んだらやっぱり落ちるフォークとかチェンジアップもコントロールいいんで、ね、早めにいい球をっていう指示はおそらく出してると思うんですけど、
2球目、ここはアウトコースにボールが外れました。まあ、追加点をもらった直後の6回のマウンド、ツーアウトを取っています有原。有原投手からしたらここで切って、はい、うん、ね、次の回吉田正尚からという流れがいいわけですからね。これはコースが外れています。まあ、ツーアウトではあるんですが、この宗が出れば次は3番吉田。そうですね、はい、だからランナーなしでしか回ってきてないのでね、吉田正尚に ね、 ね、さっきの打席もね、吉田正尚もなんかもうシフト引かれてるから無理やり引っ張ってやろうっていうような、そんな感じに見えたんですけどね。3-1から低めのボール振っていきますが、ファウルチップです。だからこれで宗が出てくれるとシフト、ね、なかなか引けないので、内側からこう中に出てくる、まあ、ツーシーム系のボールなんですが、フルカウント、ショート正面、これも差し込まれています。中島さばいてスリーアウト。6回、この回もバファローズを三者凡退に抑えた有原、ゆっくりダグアウトに引き上げます。ゲームは6回終わって3-0、ファイターズリードは3点です。球場です。他球場もゲームは進んでいますが、 ZOZO マリンのゲームは6-4と、マリンズは2点リード。ゲームは6回の裏まで進んでいます。山川と井上に一発が出ています。ペイペイドームのゲームはこちらは1点先制のソフトバンクではあったんですが、4回の表に楽天が1点取って同点に追いついています。東浜と則本の投げ合いが続いています。名古屋ドームはこちらは7回の裏までゲームが進んで7-1、カープ1点のリード。甲子園3-2とタイガース1点のリードではあるんですが、5回の表攻撃中で雨で中断中ということです。甲子園現在雨、ホットモット神戸、こちらは雨のため中止になっています。ファイターズラッキーセブンの攻撃は、さてゲームは終盤7回の表に入っていきます。京セラドーム大阪、 K 鈴木がマウンドに上がっています。今日3人目のピッチャーです。さあここで K 鈴木を使ってきました。一塁側、そうですね、基本的にはどうなんでしょうね、はい、使い方としては、こういうリリーフの使い方なのか、まあ、第2先発みたいな感じなのか、もともと先発で回してましたからね、まあ、先発でこの、ね、開幕を迎えてという中ではあったんですが、まあ、球のスピードがあるんで、まあ、1回ちょっと短いイニングもという考え方なのか、っていうところですね。6月24日のマリーンズ2回戦千葉のゲームだったんですが、先発して3回投げて65球被安打5、まあ、5失点、まあ、レアードに一発を浴びて、まあ、KO という形になったんですが、
まあ、そこからファームで2試合登板して、ファームではセーブ2つ抑えをやって、この1軍にまた戻ってきました。もともとその予定で行ったんですね、リリーフにちょっとやらせてみよう。そうですね、ファームでは2試合、ね、6月28日のカープ戦と7月1日ドラゴンズ戦、はい、いずれもこれ、リリーフで行ってセーブをマークしています。先頭バッター西川、ファウルチップはミットの中、三振、ワンアウト。まあ、1試合結果が出ずに、まあ、ファームに回ってそこで調整して、またすぐに上がってきました、ケース好き、ね、今の球なんか素晴らしい球ですよね。先頭西川三振でワンアウト、バッター2番の太田、センター打ち上げて伸びがありません、平凡なフライです。センターの後藤が落下点、ほぼ定位置、ボールを抑えてツーアウト。球威が勝ってますもんね。そうですね、はい。と沢田ぐらいということになるんですかね。吉田和正ですよね、はい、和正はどっちかというとビハインドで投げているというイメージが強いですよね、まあ、回もまたげますからね。そうですね、まあ、今このね、まあ、海田がファームで調整中、はい、故障で日賀が戦列を離れました。そうですね、日賀、これはアウトコース1球ストライク。5球目、ここもまっすぐ150キロ、スリーツーまで持ってきました、ケース好き、ね、どうにかしてね、やっぱこうやってそんなに力感なくても150キロ出るわけですから、はい、やっぱどっかでね、やっぱり首脳陣はどっかで使いたいなと思いますよね。うん、このボールがワンバウンド、フォアボールになっています。ツーアウトランナーは一塁です。4番 DH 中田翔、今日の近藤は4度出塁です。4番の中田、アウトコースいっぱいのボール、判定ボールです。中田選手もなんかこう脇をこう締める感じで、はい、なんかちょっとフォームを変えたんでしょうかね、もうちょっとこう脇が空いてるようなこう形のスイングだったように思うんですけどね、なんか意識的にキュッキュッとこう腕を締めるような仕草がなんか去年とは違うのかなというふうに見えますけどね。打ち上げた、高く上がって内野フライです。ロドリゲスが当たったんですかね、でこれが取れません。フェアゾーンに当たったボールはそのままプレーが続行されますが、記録はエラーです。おそらく天井屋根に当たったんでしょうね。5番セカンドベースマン渡辺亮、当たってますね。記録はエラーです。先日も中田翔のフライをね、このロドリゲスが追っていって、最後は大城と譲り合ってツーベースになるというシーンもあったんですが、なんか他の球場もなんか結構当たってる回数が多いような気もしますけどね、何かね。サランナー三塁一塁です。バッター渡辺、初球スライダー決まっています。
先ほどは三塁線のサード強襲のヒットを放っています。今日ヒット1本、4試合ぶりにヒットが出ました。バッター渡辺詰まっています。これもフライで大城が今度はしっかりボールを取ります。スリーアウト。7回の表ファイターズはランナー2人を出したんですが、ケース鈴木踏ん張っています。7回の表ファイターズは0点。7回の表終わってここまでは3対0、ファイターズが3点をリードしています。ケース鈴木がランナー出しながらも0点に抑えています。さあ今度はバファローズラッキーセブンの攻撃を迎えます。セブンの攻撃、ここまではまだヒット2本です。大城と若月のシングルヒット、ライト前が1本ずつ、その2本だけ。ここまでは有原の好投が続いています。まあ、この回も結局吉田が先頭バッターなんですよね。そうなんですよね、なかなか理想通りには、ね、進まないですね。今日ここまではゴロアウトが2つ。初球アウトコース、チェンジアップを2球続けてきました。そうですね、はい。まあ、ここを抑えてしまうと、まあ、ちょっと完封もっていう欲は出てきそうな感じですけどね。ここはストレート、あ、ツーシームなんですかね。そうですね、ちょっと動いてますよね。これは三塁がファールボール。ファールボールにはお気をつけください。まあ、過去の対戦ではこの有原をよく打っています、吉田。去年も12打数の5安打、ホームラン1本、ツーベースも1本ありました。差し込まれています。セカンドの渡辺、一塁送球です。ワンアウト。予定通りですか、うん、シフト通りでしょうか。これセカンドですね。もうセカンド正面ですよね。あの去年はサードがね、あの位置に守ってた時期もあったんですが、今日はセカンドがね、今年はね、守ってますね。吉田を打ち取った有原、ワンアウトを取っています。バッターボックスはジョーンズ。そうですね、今日はジョーンズがね、全部あのフォークにやられてるんで、はい、ね、2三振です。最後は外のそのフォークをね、振らされての三振です。そうなんですよね、はい、センターへ、センター前に突っ込んで西川ボールを取ります。これで2アウト。
3番4番が倒れますバファローズ。中軸をしっかり抑えています有原、ツーアウトを取っています。これ余裕が出てきた時にまっすぐがまた多くなってきたかなという感じですね。球数は90球、まだ余裕があります。まだ球数よりもあまり投げてない感じの顔つきですけどね。なるほどね、はい、バッターボックスは T 岡田、初球ストライク。どっかでこの3、4、5、6のところでね、大きいのが出てくれると投げる方もね、いろいろ考えるんでしょうけど、ある程度計算通りにいってるのかなという感じがしますよね、はい、相当いっぱいです。ここも有原追い込んでいます。まあ、一つはやっぱりこう打順の巡り合わせがいいですよね、やっぱ吉田、さっきも言いましたけど吉田正尚の前にランナーがいないという、はい、全部3打席ともそうなんで、チェンジアップなんとかバットを出していきました。ファールボールです。野球の手には十分にお気をつけください。ここまでは3点のビハインド、ゲームは終盤です。この7回も2アウトランナーありません。打ち上げたセンターへのフライです。西川が前に出ます。落下点、ボールを抑えて3アウト。この回もこの重量打線の中軸ではあったんですが、そこを有原しっかり抑えています。ゲームは7回を終わっています。三塁がダグアウト、ファイターズ先発有原。おっと、有原が今ロッカーの方に一旦下がっていきました。ここまで7回までは完璧なピッチングです。まあ、これ継投ということになってくるんでしょうか。三塁側8回の表、先頭清宮、これはファールボールです。あの帰り方は多分交代の感じですよね。そうですよね、有原投手ね、はい、グラブを持って手元のあの飲み物も持ってというね、ことでロッカーの方に下がっていきました。
さあこの回も K 鈴木がマウンドに上がっています。8回の表ファイターズの攻撃、先頭清宮、今年が3年目のシーズンです。まあ、去年は有効骨の骨折もあったり、この右肘の手術もありました。そうです ね怪我に苦しんだ昨シーズン2年目。まあね、パワーはもう絶対的にあるわけですから ねどれぐらいミート力ということになってくるんでしょうかね、はい、今のは152キロのまっすぐです。ファウルボールにお気をつけください。結構好きなとこのような気がしますけどね、はい、あそこはまだまだ捉えきれないんでしょうかね、やっぱりね。変化球打ってファースト下がって、ロドリゲスがベースカバーの手を鈴木に突しています。ファーストからワンアウト。7番サードベースはクリスチャン・リアング。今は清宮変化球打たされました。ワンアウトランナーありません。そしてビアヌエバ、6回には貴重な追加点をもたらすホームランを放っています。大前さん、はい、どうぞ。そのホームランについて、打ったのはスライダーです、少し詰まったけどスタンドまで届いてくれてよかった、小笠原コーチから高めに浮いてくるボールを狙っていくようにアドバイスをもらっていたので感謝したいと話しています。まあ、そのボールをしっかりと取って、さあこのフライはロドリゲス、今度は取った。今度は当たってないでしょかもしれませんね、うん、上がった瞬間場内も少しざわついていたんですが、あれさっきの打球は見ているお客さんは当たったの分かったんでしょうかね。だから今もこれ当たってるかもしれません。当たってます。だから拍手が出たんですよね、はい、ね。ツーアウトランナーありません。バッター石川に代わってピンチヒッターワンボーロンが今コールされました。ということは8回の裏からはファイターズはバッテリー変わるんですね。そうですね、はい、ワンボーロン、初球変化球、2球目アウトコース、ボール外れてワンボールワンストライク。レフトへティオから下がっていってフェンスの前、しっかり追いついてボール取っています。今のティーコの選手の、ね、追い方も余裕がありましたもん ね一直線で、ね、下がって、ワンボーロン、レフトフライでスリーアウト。8回の表ファイターズは三者凡退0点です。ゲームは8回の表終わっています。ダグアウト系鈴木、7回からマウンドに上がって7回8回を抑えました。まあ、これからもこういった形の起用方法になってくるんでしょうか。もともと先発もできるピッチャーではあるんですが、さあゲームは8回の裏に入っていきます。
さあファイターズも継投に入っています。三塁が栗山監督。さあこの終盤8回から継投に入ります。宮西が2人目マウンドに上がりました。そうですね、まあ、なんかまだまだね、はい、有原投手もいけそうな感じでしたけど ね、まあ、7回投げて球数は95球でした。有原、まあ、ほとんどこう危なげのないというね、そんなピッチングに見えていたんですが、さあ宮西昨日に続いて連投です。まあ、この先のことというのもね、はい、考えてのことかもしれませんし、そうですね、まあ、中にいる人じゃないと分かんないですよね、疲れとかはね、さあ2人目の宮西です。13年目のシーズン、ロドリゲスが先頭バッターです。キャッチャーも変わります。代打のワンボーロンに代わって清水がマスクをかぶります。さあ3点ビハインドバファローズの攻撃。この打球がセンターの前に弾んで先頭バッター出ます。ロドリゲスのヒットノーアウト一塁。ロドリゲスのバッティングセンターに打ち返していきました。いいですね、ようやく先頭打者出ましたね、はい、さあ先頭出てノーアウト一塁でバッターは7番の若月。今日有原からヒット1本です。初球インサイド、中盤の8回、初球ボール2球目打った、左中間真ん中割っていく、ロドリゲスは3塁を回って止まる。バッターランナーセカンドへ、ノーアウト2塁3塁、若月が続きました。さあいい形でチャンスランナーたまります。そうですね、ようやくチャンスらしいチャンスが来ましたね、さあ変わった宮西から連打のバファローズは2塁3塁のアウト。若月がしっかり捉えました、ね、今年の若月選手の打球は非常にこう力強いですもんね。なんか迷いがない感じがしますよね、しっかりポイントを近めに置いてしっかりボールを叩いていきました。さあノーアウト二塁三塁です。点差3点あるんですがランナー2人、バッターは足立。まあ、苦しい戦いが続くバファローズではあるんですが、まあ、今年はこう点を取られてもすんなり終わるというゲームは割とこう少ないですね。そうですよね、でまたこうやってね、下位打線でもつなげていけるっていう、ね、打線のこう怖さは出てきていると思うんですけどね、はい、ノーアウト二塁三塁です。初球ストライク、2球目アウト、ローボールが外れます。まあ、本来ならば応援団がいるときは、まあ、ここでこうチャンステーマが流れるという球場の風景ではあるんですが、そうですよね、一番盛り上がるところですけど ね、ただこう1球ごとにこう拍手がね、うん、両サイドから沸き起こっています。いいですね、攻撃の時も守りの時もね、はい、ピッチャーが三振取ると拍手も起きますし、なんかまた違った形でいいですね。そう
3球目ここは空振り。さあ足立は追い込まれました。さあここからですよね、うん、ここからなんとかつなげてほしいですよね。はい、まあ、基本的には日本ハムの、ね、守備隊形も2点は上げてもいいという、はい、守備隊形でしょうからね。追い込んだバッテリー、安達は追い込まれて、あここはスイングアウトの三振、安達三振でワンアウト。最後はインコースズバッときました。そうですね、ただちょっと中に入ったんですけどね、はい、足立の技術だったらファールカットはできたかなという球ですけどね。いいコースで来ましたけどもね、はい、さあそして後藤に代わってピンチヒッター背番号23番伏見トライがコールされます。伏見、昨日はスリーベースとホームラン。いや本当に、ね、勝負強いもの持ってるんでね、はい、まあ、なかなか、ね、ホームランになれば一番いいんですけど、ね、なんとかまず2人返してほしいですね。ワンアウトランナー2塁3塁です。インサイド厳しいコースわずかに外れました。ランナー2人、ロドリゲスと若月ともに得点圏です。2塁3塁ワンアウト。外から入ってくるボール強振しましたがここは空振り。ボールカウントワンボールワンストライクです。コース的にはまあ低め、高さはいいんでしょうけど、まあ、真ん中あたりかなと思うんですけど、だいぶ外から入ってくるから、ね、一瞬止まるんでしょうかね、はい、バッターはね。ワンボールワンストライク。右方向ですが一塁側スタンド。さあ伏見は追い込まれました。ワンボールツーストライク。139キロですけどやっぱりすごく指にかかったいい球来てるんでしょうね、ちょっと差し込まれてますもんね。そうですね、ランナー2人得点圏。宮西4球目、膝元のボール、ここはしっかり見ています。まあ、宮西投手も百戦錬磨、そうですね、こういった場面はもう何度も何度も過去抑えてきました。でも今のね、宮西投手は振らしに行ったんですけど、ね、しっかり見逃しましたよね。この回から宮西、清水のバッテリーに変わっていますファイターズ。ゲームは終盤8回の裏、ランナー2塁3塁です。内側のボールファールします。インコース厳しいコース、よくファールしましたね、ツーツー。やっぱこれ個人の声が、はい、音がないので個人のなんか喋った声がよく聞こえますね、そうですね。多分これも普段ね、
太鼓とかなんかいろんな音がしていると聞こえない、そうなんでしょうね、ことなんでしょうけどね。一旦ここは打席を外した伏見。さあ 2-2、 場内から拍手が沸き起こっています。6球目ファウルボール、ストレート振っていきましたがファウル。いやでもトライじゃない、伏見選手もいいんじゃないですか今の、しっかり振ってますもんね、でもある程度変化球もマークしているようなスイングなんで、カウント2-2、ランナー二塁三塁、終盤8回の裏、3点ビハインドバファローズの攻撃。サインの交換、宮西、次のボールが伏見に対して7球目、インサイド、さあこれでストリーツ、バッテリーも内側攻めてきます。でもいいですね、今もうかなり踏み込んでいってるんで、もう当たってもいいぐらいのつもりでいってますね。そんな感じ見えましたね、フルカウント、二塁三塁、代打伏見トライ、昨日はスリーベースとホームラン。終盤8回、3点ビハインドバファローズ。8球目、サードゴロ、取れない、サードもさあセーフになって1点取って、ランナー三塁一塁、ビアヌエバに、まあ、ここ打点はついたんですが、一つアウトは取れた場面です。そうですよね、1点返しましたバファローズ。さあ伏見がしかし粘ってね、しっかりと三塁線に打球を放って、それがまあ相手のミスを誘いました。やや差し込まれたんですが、ヤヌエバここでボールを後逸。ランナーも三塁一塁三塁、1点返して2点差。これはこのエラーでちょっと一気にっていう雰囲気が出てきましたね。さあダイソーファーストランナーは佐野が今起用されまして、1番に帰って大城という場面です。今のも体の横で取りましたからね、はい、あれ正面で取ってたらまだなんとかなったかも分かりませんけどね、まあ、一つアウトは取れたという、ね、そうですね、緩いボール、変化球が外れます。まあね、宮西投手でもやっぱりこういう時にエラーが出ると苦しいですよ、初球ボール、ファーストランナーは佐野です。三塁一塁、ランナースタートを切る、変化球キャッチャー二塁に送る、ピッチャーカット、二塁三塁。さあ今シーズン6つ目の盗塁決めています佐野。まあ、その選手もね、やっぱりこう盗塁をするためにはこのスタートと中間走とあとはスライディング、まあ、この3つの要素が全てうまくいかないとなかなか難しいんですという話をするんですが、さあ2点差でランナー2人が得点圏、ワンアウトランナー2塁3塁、バッター大城、
ワンアウトランナー二塁三塁。さあ8回、さあ今度はバファローズにとって大きなチャンス。このゲームの一つの山場と言ってもいいかもしれません。いやもう最大の山ですね。そうですね。4球目を打って、これは一塁側スタンドファウルボールです。ファウルボールはお気をつけください。でもそれでも強気に攻めますね、やっぱりハムのバッテリーね。そうですね。カウント 2-2 打っていく、レフトの前だ、どうだ、取ったか、ダイレクトボールを取っている、佐野がもう戻れない、ダブルプレー、近藤のファインプレー、その後ランナー佐野が戻れませんでした。この回バファローズは1点を返した。その後のチャンスもあったんですが、ダブルプレー、近藤の候補もありました。完全に大城も捉えたんですが、ランナー佐野戻れませんでした。8回の裏バファローズは1点を返しています。ゲームは8回を終わっています。はい、こんにちは。いや、やってくれたぞ、そこは完全にこう捉えた打球だったんですが、星野さん、いやもう何とも言えないですね、今のね、近藤がファインプレー突っ込んで、まあ、外野手としてもこれ難しい打球でね、で一気にやっぱり同点になりたいでしょうからね、まあ、この打球も佐野がもう三塁手前まで来ていました。佐野戻れません。いやこれはねもう本当月がないとしか言いようがないですね。もう打つ方もやるべきことはやったんで、はい、あとはもうこんなところが悪かったってい う, っていうか近藤選手がうまかったというのが正しいのか分かりませんけど、はい、バファローズは8回、まあ、1点を返してこれで3対1、点差は2点でゲームは9回の攻防です。まあ、一気にこうしていきたいという8回の裏のバファローズではあったんですが、いやもう完全に勢いはねありましたからね、まあ、1点を返してという、なおもランナー二塁三塁はワンアウトというところでレフトライナー、近藤の候補もあってセカンドランナー佐野が戻れませんでした。ダブルプレー、1点止まり。さあゲームは9回の攻防に移っていきます。9回の表、サバファローズピッチャー山田に代わっています。いやでも、ね、一気にいけましたね。もうあのエラーでやっぱりね、宮西投手もやっぱりだいぶ神経がすり減ってましたからね、はい、大城もいい当たりしたんです、ね、素晴らしい当たりでね。ただこの近藤が前に突っ込んで倒れ込みながらボールを取って、もう取った時には佐野選手は三塁キャンパス手前までも行ってましたね。そうですね、もう紙一重でね、あれがショートバウンドだったらそのままねホームに帰ってくるでしょうし、ということですもんね。まあ、ただ2点差になったんで一応考え方としてはね、はい、これ山田にしっかり抑えてもらって、うん、で9回裏にというところですよね。山田投手は今シーズンこれが10試合目のマウンドです。外のスライダーがいっぱいに決まっています。先頭バッター中島、山田もだいぶ安定してきましたよね、はい、そうですね。佐野がセンターのポジションに入っています。今度はインコース、そのボールが外れます。ちょこんとバットを出してショート、アダッチが取れない、先頭バッター出ました。
中島のヒット、足立も最後飛び込んでいったんですがわずかに及びませんでした。でもね、ああいう当たりがヒットになるしね、本当に分かんないですね。惜しいな、もうちょっとだよね、もうちょっとですね。石川春樹先っぽに当たってますもんね、足立選手ですからあそこまでね、追いつくという、まあ、そんなプレーだと思うんですが、さあ中島ここはノーアウト、先頭バッター出ました。打順は1番に帰って西川です。今日2安打。さあ先頭バッターが出ました、ファイターズ9回の表。いや、ここはね、何としても0点に抑えとかないとね、はい、まあ、次の打順がいいですからね、オリックスがね。そうですね、はい、バントはセーフティーだ、ピーチャー前、一塁に送ります。さあここは送ってきました、ランナーセカンド得点圏です。ライトフィールダー太田大志、まあ、もう少しこうファースト寄りに転がして自分も生きようというね、そうですね、そんな感じにも見えたんですが、ランナーの中島はセカンドに達しています。2番の太田、今日ここまではまだヒットはありませんが、打ち上げてサード追っていきますが、これはスタンドファールボールです。ファールボールにご注意ください。ワンアウトランナー二塁でバッター太田を迎えて、この後はネクストバッターサークル、近藤がバットスイング、さらには4番の中田とクリーンアップに続いていきます。そうですね、まあ、ここはなんとかね、太田選手は今日ちょっとあまりいいところがないんで、なんとかここはねアウト取って、まあ、次の3番4番をどうするかっていうところでしょうけどね。ランナー戻ります、セカンド牽制、若月いいですね、言い方しますね、3球目打球の行方には山田が追い込んでいます。なかなか今のボールをフェアゾーンに入れるのは難しい球ですね。まあ、山田にしたら計算通りじゃないですか、はい、うん、ちょっとカットかなんかさせてますよね。はい、ワンボールツーストライクです。膝元のストレート、これは外れます。ボールカウントツーツー、かなりボールゾーンに構えたような感じだったんで、絶対間違えてくるなよっていう感じですよ ね、 なるほどね、はい、まあ、勝負球何でいくか、まあ、内側のまあスライダーカット系のボールか、あるいは外のチェンジアップかという、そうですね、一つ内側厳しいコースを見せたバッテリーです、うん、ミートのボールが外れます。低め、これで 3-2。
ワンアウトランナー二塁です。スリーツーフルカウント6球目、これも内側スライダーファールボールです。なんとか右に打とうかな、打ちたいなという感じには見えますけどね、はい、太田選手がね今のは引っ張りましたけど、はい、ゲームは9回の表、ここまで2点リードのファイターズの攻撃、ランナーセカンドにいます。得点圏2番の太田、ストリーツ太田に対して山田7球目、このボールが外れました。フォアボール、ワンアウトランナー二塁一塁です。さあランナー2人が出て若月がマウンドに行って一声かけます。3番レフトフィールダー近藤圭介。さあそして先ほど好プレーの近藤、まあね普通に勝負は勝負でしょうから、はい、まあただバットコントロールがうまいんでね、非常にこう攻め方は難しくはなってきますね、はい、ただ私のイメージですけど、まあ、追い込むまでが非常に難しいなという、はい、追い込んで、うん、これはね正解かどうか分かりませんが僕はインコース行きたいなという、内側ね、はいはい、追い込んだらですね、うんうん、はい、初球インサイド、さあその初球に内側、初球見せに来ました ね、まあ、でも今の感じだとあまりそこに目付けはしてないのかなという感じには見えますけどね、はい、2球目これがアウトコース。さあボールが2球先行です。その変化スライダー決まっています。ボールカウント2ボール1ストライク。まあ、今シーズンここまで左ピッチャーに対しては23打数の5安打という近藤。でもこれ外野はそんなに前には来てないですね。そうなんですよね。はい、まあ、ほぼ定位置。そうですね。センター佐野が気持ち左寄りにポジションを取っています。外いっぱい決まって2-2。ご覧のような外野の守備隊形です。ね、この守備だと、まあ、抜けたらもう中島選手なんでセカンドがね、そうですね、まあ、普通に帰ってきますよね、さあ2-2、5球目ワンバウンド、若月しっかりワンバウンド止めています。これで3-2、ワンアウトランナー二塁一塁です。9回の表ファイターズが追加点のチャンスを迎えています。打順はクリーンアップ、まずは3番近藤、カウント3-2フルカウント、6球目このボール外れてフォアボール、連続フォアボール満塁。平井コーチがベンチを出ます。ワンアウト満塁。さあ中田翔を迎える場面です。
山田は続投、満塁。ファイターズのチャンスは9回の表、ワンアウトフルベース。ここをなんとか抑えれたらチャンス出てきますよね、はい、次の回ね。内野陣はバックホーム体制を取っています。外野は深め。初球空振りできました。いいですね、今のちょっと大胆ですけど、狙って投げた高めの球ではないと思うんですが、うん、初球空振り。2球目アウトコースのボールが外れます。これでボールカウント1ボール1ストライク。9回の表、満塁のチャンスはファイターズ。だから澤田から打ったのがチェンジアップかなんかじゃないですか、はい、ええ、だからこのケースもね、あの基本的にはゴロを打たしたいから、そういう球で来るんじゃないかという、おそらくそういうタイミングで来てるのかなという感じがしますけどね、はい、3球目ストレート、中田も振っていきますが、さあ追い込んだ山田。ランナー3人ある以上です。9回の表、2点リードのファイターズの攻撃。まあ、若月がよく、ね、見えてるんで、その通り投げれたら大丈夫じゃないですか。あ、そうですか、はい、その若月のミットはアウトコース、チェンジアップ打っていく。3塁線ファールボールです。惜しいですけどね、うん、スライダーを入れてきたんですね、外から入れてきましたね、ファイターズがチャンスを迎えた9回の表。またここにも山場があります。今日のゲーム5球目打っていく、セカンド正面ライナーです。セカンドライナー2アウト。大城の正面でした。うまく当てましたけど ね、 今のね、で山田も間違わずに投げました ね、 なるほどね、あの高さもね、まあ、その分こう正面を突くというね、あれ高かったらあの、ね、セカンドの頭の上越えてるから、はい、そういう打球でしょうから。今のわざとこう弾いて落としてゲッツーに持っていくっていう、ね、なるほど、いやそれはダメじゃないですか、恋落球になるじゃないですか。さてツーアウト満塁です。バッター渡辺、初球打ってサードゴロ、胸がさばく、満塁のピンチ、山田がしのぎました。9回の表ファイターズは満塁のチャンスあったんですが無得点。さあ2点差のままゲームは9回の裏に入っていきます。まあ、苦しいところ山田が4番5番の星野さん、はい、右バッターを打ち取りました。いやよく抑えましたよ、でね、やっぱりその中田選手に対してやっぱまっすぐで押したでしょ最初ね、あれがやっぱり勝因じゃないですか。はい、はい、これで面白くなりましたよ9回裏、ね、さあゲームがどんな流れを見せますか。この表情山田、なんとか0点に抑えました9回の表。まあ、8回に一つ山場があって、はい、まあ、そこは近藤の好プレーがあった、ね、その直後9回の表もファイターズが満塁のチャンスを迎えて、そこでこう山田がしのいだ。この後の流れがどうなるか、 ね何か起こりそうな雰囲気を出してくれましたよね、はい、
さあこの回は2番の宗が先頭バッターという9回の裏、なんとかこう宗が出ればその後クリーンアップ、点差2点です。秋吉がマウンドに上がりました。ファイターズ今日3人目のピッチャー、先発有原が7回を投げて、8回は宮西、9回この秋吉がマウンドに上がっています。秋吉今シーズンここまでは7試合に登板してセーブ3つマークしています。昨日に続いて連投です。昨日も5人目でマウンドに上がった秋吉、まあ、10回にこの人もランナー背負ったんですがしっかり後続を断ちました。いやこれねやっぱり6連戦だからこのリリーフって大変ですよね、はい、あの出ていく場面も決まってるんで勝ってたらずっと同じ人が投げるような感じで休ませ時も難しいでしょうし ね、まあ、バッターもこれ同じピッチャーと対戦する機会が多くなりますよ ね。僕は先発やってたんでね、はい、思うんですけど先発ピッチャーっていっぱいイニング投げるからいろいろ癖が出たりとかね、はい、あれなんですけどこれ6連戦あるとねそういうのも目立ってくるんじゃないのかなという、ね、リリーフですよ、はい、リリーフがですね、まあ、配球の傾向なんかもこう見えてくるでしょうね。そうですよね、だから余裕がある試合だと裏を書きながらいけると思うんですけどね、これぐらいの点差だと そんな感じではいけないと思うので。初球ストライク、バッター宗、9回のバファローズ、2球目を振っていきますがバックネット、さあ宗は2球で追い込まれました。そうですね、これ宗が出るか出ないかで全然違いますから、うん、この後は3番の吉田正尚が控えます。今日1回もランナー置いて打席入ってないので、そうですね、入ってないですね。クリーンナップの前にランナー置きたいという場面ではあるんですがその宗は追い込まれました。外のボールバットが出ません。宗は三振でワンアウト。なんとかねカットしてほしかったですね。待ってない球ではあったと思うんですけど、アウトコース、キャッチャーの清水もこれボールゾーンにね思いっきりボールゾーンに、ね、構えていたんですがボールは内側に入って、しかしそれがいいところに来ました。うん、でもあそこはでもやっぱりカットしてほしかったな、ね、ワンアウト。いやこれだったらまあ間違ってもまあソロでもまだ大丈夫というね、はい、気持ちで投げれるので、うん、バッター吉田打ち上げて高く上がって距離は出ない。レフトの近藤落下点、ボールを抑えてツーアウト。今画面上では星野さん甘く入ったようにも見えたんですが、そうですね、はい、ただやっぱりねランナー置いてのやっぱりね吉田正尚だとピッチャーもやっぱり全然違うと思うんで、やっぱ大胆にいけてる分ね、うん、逆に吉田正尚の方が力んでるような感じですよね。ツーアウトランナーなしでバッターボックスはジョーンズです。初球セーフティーバントの構え、まあね、ツーアウトですけどもジョーンズが、まあ、ヒットでも出てくれれば T なんで、はい、なんとかねしてくれるかもしれません、はい、初球ボール2球目アウトコースとボールが外れます。今日先発有原、このままファイターズ勝てば今シーズンの初勝利、ビアヌエバの移籍第1号のツーランも効いています。
これはアウトコース決まっています。さあ2点ビハインド、ツーアウトランナーなしではあるんですが、バファローズ4番のジョーンズ、三塁線ファールボール、さあバファローズは追い込まれました。そうですよね、はい、まあ、やっぱりこれ本当6連戦があるので、やっぱりこう負け試合でもある程度こう出てくるピッチャーにはプレッシャーかけたいですよ ね、 そうですね、結果がどうであれね、うん、さあ2-2、5球目、9回2アウトランナーありません。ピッチャー秋吉、外、これは遠くボールが外れました。これで 3-2 です。三塁がダグアウト、栗山監督、いやこれだから歩かしたらやっぱり T 岡田がいるからっていうことでね、えやっぱりみんなそういう感じで思ってるんじゃないですか。フルカウント、6球目、サミー戦のファウルボールです。9回のバファローズ、ツーアウトランナーありません。さあジョーンズもなんとかつないでいきたい場面ではあるんですが、低め選んだ、さあジョーンズが出ます。ツーアウトランナーは一塁、さあここでダイソーがコールされました。広沢が一塁に行きます。さあこれでいい岡田の前に星野さんランナー出ましたよ。出ましたね、はい、これはちょっと面白いですよ。ここもそんな大胆には攻めれないところなので、非常にコントロール高さが必要になってくるんで、ツーアウトランナーは一塁で、さあ今日ここまでまだ T 岡田はヒットは出ていません。今シーズンここまでホームランの数は5本です。打点は18、まあ、T の場合は、まあ、率というよりこういう大事なところで、そうですね、1本打ってくれっていう感じでいいんじゃないですか、はい、初球打って、惜しいけど、ね、三塁側スタンドファールボール、思わず本社さんも惜しいけどなという言葉が出ましたが、なんか今やっぱり打てそうな感じがしますよね、もう当たればもういい角度で飛んでいくので、うん、そういう雰囲気はありますね。さあ苦しい場面ではあるんですが、一塁がダグアウト、さあ選手ももうみんな立ってます。初球ファウルボール、アウトコースいっぱいです。さあこれで追い込んだ秋吉、まあ、秋吉投手もいいところ投げますね、いっぱいですもんね、まあね、当たり前なんですけどね、間違ってもホームランにはならないという、そこでストライクが取れるのがやっぱり素晴らしいですけどね、はい、2ストライクナッシング、2アウト1塁、2点ビハインドバファローズ、バッター5番の T 岡田、3球目、外のストレート、わずかに外れました。よく見えてますね、はい、
際どいところ、そのボールを見極めています。ワンボールツーストライク。ここもキャッチャーの構えは外のボール、これが外れます。今のもコースが外れています。これね、もうお互いに分かりながら勝負しますからね、外、はい、外一辺倒でね、うん、それが面白いですね。もうボール1個の出し入れのところですから、はい、もうストライクなのかボールなのかっていう、まあ、審判泣かせのところばっかり投げてるんですけど ね、 そうですね、際どいところをついてきます、はい、さあ 2-2 ランナー1塁。5球目、外から曲げてくる変化球、打っていきますよ、ファウルボール、まあ、球種は変えながら、これもアウトコース、うん、でもいいんじゃないですか、十分バット届いてますからね、静かなスタンド。しかしファンは気持ちを送っています。バッター T 岡田、6球目、これもファウルボール、これもアウトコース。 T 岡田も粘ります、ね、今審判にボールですかって言ってましたけど、ね、審判も分かんないでしょ、取ってみないと。ねえ、いや面白い勝負ですね、これは。まあ、際どいところはもうバット出していかないというね。いや、そうですね、はい、はい、7球目を待ちます。 T 岡田、9回、内側外れた。さあ 3-2 フルカウント。今の初めてインコースに行ったんです ね、 これフォアボールでも次ロドリゲスですからね。はい、そうなると一発が出れば逆転というね。そういうことです、フルカウント。さあ8球目、低め外れた。追い込まれてから T 岡田ファウルで粘ってフォアボールを取っています。まあ、簡単にツーアウトにはなったんですが、すんなりとはいきません今日のゲーム。さあ、ここもね、投げる方は大変ですよ。アウトロー結構、ね、あのホームラン打ったやつはアウトローの球ですよ、ロドリゲスがね。さあ、T 岡田が、まあ、粘ってフォアボールを取って、代走小田が今起用されました。同点のランナーが出ました。秋吉も簡単にツーアウトを取った後、まあ、しかしそこは慎重で攻める中で、慎重に攻める中でジョーンズ、そして T 岡田にフォアボールを与えました。だからやっぱ T の粘りですよね、このフォアボールもね。さあ、代走小田、小田が帰れば同点というケース。セカンドランナーは広沢です。まあ、外野が相当下がってますね。ロドリゲス、もう外野センター西川春樹はウォーニングゾーンの中にポジションを取っています。だから攻めるところは本当に基本的にはもうアウトローになるんで、はい、ただそこも長打できるパワーとね、リーチがありますから、さあ9回の裏にもやはり一つまたポイントができます。低めのボールが外れます。だから見逃し方もいいですよね、はい、追っかけそうな感じでもないですから、うん、ボール球を。
思い切って引っ張っていきますがファールボール。ちょっと力入ったかな、真ん中にボールが来たんです ねちょっと動かしてますから、はい、ワンボールワンストライク。三塁がダグアウト、有原あとアウト一つで、ね、ドキドキ、ドキドキして見てるんですよ ねワンボールワンストライク。さあこれもファールボール決め、まあ、有吉投手もいいとこ投げますね。確かにね、本当にこう低めにね、ただこっからですよ、こっからですよね。さあここは秋吉が追い込んでワンボールツーストライク、ランナー2人。ロドリゲスは追い込まれましたが場内からは拍手。4球目サイン決まってボールをセット、秋吉4球目打っていく、レフトへ打球伸びてどうだ、入ったぞ、サヨナラ逆転スリランホームラン、ロドリゲスが打った、ライナーで持っていきました。最後の最後ドラダが待っていました、ロドリゲスホームイン、4対3、追い込まれてライナーで弾丸ライナーでレフトスタンド一直線、4対3。最後ロドリゲスが一発一振りで試合を決めています。待っていたんですね。いやすごいですね。だからやっぱりこの打線がつながればこういうことになるってことですよね、13試合連続ホームランとなってチーム記録の、ね、まだ更新という形で、それが貴重な一発になりました。最後の最後まで試合が分かりませんでした。ツーアウトランナーなしからランナー2人置いてロドリゲスの一発。だからこれいろんな山田のね、やっぱ頑張ったあの9回表、から全部つながりますよね、何かね。そういうことですね、はい、最後の最後に大きな大きな山場、そこでドラマが待っていました。ロドリゲスの第4号スリランがサヨナラのホームランになりました。まあ、低い弾道でどうかなと思ったんですかね。だから相手バッテリーもホームランだけはと思って当然投げてるんですけど、だからやっぱあそこホームランできるからすごいですよね。まあ、この打線がね、まあ、今日は3番、4番、5番、6番という中で、まあ、最後はこの6番のロドリゲスが外のボールを捉えて低い弾丸ライナーでフェンスを越えていきました。マシーンでしたね。ねえ、その瞬間の一塁がダグアウト。いや、かなり低いところですよ。ねえ、もう打球が落ちてきませんでした。もう歩いてますもん ね、本人も手応え十分なんですね。まあね、今日フライの打球もあったりいろんなことあるんですが、この人のバットは魅力ですね。いやだからね、普通で言うとあの8回の攻撃で、あれがねっていう、今までだったそういう話だと思うんですよね、はい、
でもこの打線のちょっと怖さを見せつけたという感じですね。さて勝利監督インタビュー、西村監督にお越しいただきました。監督、ドラマチックなゲームでした。本当です ね、 ねもう最高のゲームになりました ね、 ね、はい。まあ、最後はもうそれしかないというような結果になったと思うんですが、はい、こういった一勝は大きいですね。まあ、大きいですね、はい。それとやっぱり最後までみんなでね、やっぱり諦めないという気持ちがやっぱ強かったですね、はい。まだ今シーズンここまでは負け越しがあるんですが、ただ今シーズンのバファローズはこれ終盤になっても見ていて面白いゲームができてますね。まあ、そうですよね、8回でね、チャンスを潰したかというように見えたんですけども、はい。まあ、9回もねやっぱりフォアボールフォアボールですからね、はいはい、大きいですね、ホームランはですね。ねえ、まあ、本当にこの打線といいますか、各バッターがそれぞれこうつないでいこうという意識も当然あったと思うんですね。はい、そうですね、はい。だからそこがね、言ったようにもう最後まで終わるまでね、なんとかやっぱりなるんだという気持ちの表れじゃないですかね。そうですね。今日先発榊原投手も、まあ、6回途中で番を降りましたけども、やっぱり粘りのピッチングできたと思うんですね。まあ、そうですよね、はい、はい。まあ、フォアボールとかね、ボールは多かったと思うんですけども、はいはい、よく頑張ったんじゃないかなと思いますけどね。リリーフ登板の K 鈴木投手もしっかりこの2回抑えてくれました。そうですね、はいはい。まあ、そこをね、K を投げさせることができてよかったんじゃないかなと思います。あ、そうですね。さあ、今日は監督、スタンドにお客さんが戻って最初のゲームだったんですが、その試合で素晴らしいゲームができました。いや、もうね、絶対負けられないゲームですからね、うん。もうそこで本当に勝てたという、まあ、こういう形で勝てたというのは、まあ、一番ホッとしてますね。そうですね、はい。さあ、明日に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。いや、もうね、やっぱり画面の前だけというのがあったんですけども、こうやってまだ少ない人数なんですけども、スタンドでね、実際この応援していただくということが、もう我々にとっては一番のやっぱ力ですよね。温かい拍手声援は届きましたか。そうですね、はいはい。もうそれはしっかり選手たちにも届いておりますんで、はい、ありがとうございましたですね。6連戦、明日も明後日も続きます。はい、明日に向けてまた、いいゲーム期待しています。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。勝利監督、西村監督のインタビューでした。はい。放送席、そしてバファローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは劇的サヨナラ逆転スリーラン、アデルリン・ロドリゲス選手です。まずは来日初のお立ち台、バファローズファンの皆さんと同じ空間で味わうこの勝利というのはいかがでしょうか。 How you feel right now? You know, the very first time, you know, hit the home run in front of the fans. I mean, very exciting. First day that we have the fans here and be able to give them the W, that's huge for us. とにかく興奮しています。こうしてファンの方が球場に来られて初めての試合でこの結果になったので、とても興奮しています。9回2点を追いかける中、非常にしびれる展開の中で、打席の中での狙い、意識というのはどうだったんでしょうか。I was just trying to get the job done. Like Johnson and Okada, they take huge at bat.So I just want to come through in that situation and be able to get a good pitch to hit it good, and I did it. まあ、とにかく自分の仕事をするだけ、目の前で、ジョーンズ選手、そして岡田、選手がしっかり塁に出てくれて、その中で自分の結果を出す、ボールが来たらとにかくしっかり、捉えるということだけを考えていました。捉えた打球は弾丸ライナーでレフトスタンドへ一直線でした。打った瞬間の感触というのはどうだったんでしょう。I feel great, and I knew that it was gone. And like I said, after those two huge at-bats that they took, be able to come through, that was awesome. 感触は最高でした。打った瞬間入ると思いました。先ほども言いましたけども。前の選手が塁に出てくれて、なんとか自分の仕事をしたいというふうに思っていました。チーム今シーズン初のサヨナラ勝利がスリーランホームランと素晴らしい形で出ました。ロドリゲス選手自身はサヨナラホームランの経験はあるんでしょうか。はい、あります。
それではまた一つ素晴らしい記録が増えたということですね。Definitely feel good, especially tonight, that first night that we have our fan here. That's great. 最後です、先ほども言いましたけども、特にファンの方が球場に来られた、初日にこういう形が出て本当に最高です。さあ、まだまだ応援スタイルにも制限がある中でファンの皆さん懸命な拍手で後押ししました。それでは最後にバファローズファンの皆さんへメッセージをお願いします。I mean, appreciate it for all the fans that are here supporting us, and hopefully we can have a good year. ファンの皆さん、応援ありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思います。いいシーズンが迎えれるよう、ベストを尽くしていきます。ありがとうございました。今日のヒーローは劇的サヨナラホームラン、アデルリン・ロドリゲス選手でした。まあ、過去にもサヨナラホームランの経験はあるということではあるんですが、まあ、日本での初めてのサヨナラホームラン、しかも星野さん、劇的な一発になりましたね。そうですね、いや本当にね、うん、チェンジアップかな、あれ打ったのね、はい、あそこね、でも打った瞬間ホームランだって分かるのがすごい手応えだったんですよね、あの高さでね。まあ、本当低い弾道でフェンスを越えていきました。いや、これ明日につながりますね、はい、本当にね。まあ、8回監督もおっしゃってましたが、8回のチャンスで、まあ1点止まりという中で、さあ流れはどうかなという思いもあったんですけども、星野、ね、さんもおっしゃいました、9回の満塁のピンチを山田投手が出しましたよね。そうですね、あれが大きかったし、やっぱりチャンスやっぱり ねこんだけホームランバッターが続くと ね、うん、でまたホームランバッターがフォアボールをしっかり選んだんですよ、はい、だからね、そこはすごい、ね、本当に本人ロドリゲスが言ったようにね、やっぱりチャンス巡ってきますね。そうですね、はい、まあ、本当に藤田さんおっしゃるように、あそこはこの4番のジョーンズ、うん、さらには T 岡田5番、うん、この2人が追い込まれてからしっかりボールを見極めたんですよ ね今までやったらボール球振ってとかってあったんでしょうけど、ね、際どいコースやっぱり T なんかカットしながらね、そうでした、フォアボール選びましたから、非常に投げづらいと思いますよ、相手ピッチャーは。まあ、そうですね、はい、まあ、しかし、まあ、土曜日曜のゲームを残してはいるんですが、ね、まあ、この1勝が明日以降に与える影響というのはこれ大きそうですね。そうです、はい、やっぱり開幕ピッチャー相手のね、開幕ピッチャーから勝ったというか、ね、負けそうな試合をもぎ取ったわけですから、これは明日もいい感じでいけますよ。そうですね、はい、まあ、そしてこのお客さんが戻ってきたスタンドで見せた劇的な、ね、このゲーム、オリックスにとっては大きな1勝となっています。今日のこの劇的なゲームを振り返ってまいります。バファロー先発は坂木原、その立ち上がり、まあ、先頭バッター西川にヒット許すんですが、太田をゲッツ、まあ、立ち上がりから大人さん、ランナー出しながらという粘りのピッチングでしたね。よく粘ってましたね。はい、ツーアウト二塁で中田翔を詰まらせました。ファーストフライ、このピンチを出します。しかし2回です、ランナー3塁1塁2アウト、中島の打球が高いバウンド、これが結果的には内野安打タイムリーヒット、ファイターズが1点先制します。ファイターズ先発は開幕投手の有原、もうほぼ完璧という内容でした ね、まあ、このフォークチェンジアップにやられましたからね、2回はジョーンズ、いい岡田はチェンジアップで三振、ロドリゲスはライトへ、これも大きなフライだったんですが、これも惜しかったんですけど ねライトフライ、2回を三者凡退に抑えます有原。4回です、まあ、このビアヌエバの当たりをいい岡田が候補、ケビンも盛り立てます。ツーアウトだと石川亮はスイングの後の三振と、この4回は坂木原三者凡退に抑えました。5回です、ランナー二塁一塁、ここでも太田はショートゴロゲッツー、2アウト取って2アウトランナー三塁一塁
4番の中田翔に対しては相当のまっすぐ、これが ね最高の球でしたね、1回に決まりました。しかし6回です、ランナーを置いてファイターズビアヌエバ移籍第1号がレフトスタンド、第1号のツーランホームランで3点目、この表情高木原。7回の有原中軸を抑えます、吉田をセカンドゴロ、4番のジョーンズもセンターへフライ、さらには T 岡田も、まあ、このクリーンアップをしっかり抑えましたからね、7回、ね、はい、ただここで有原はマウンドを降ります。まだいけそうな感じはあったんですけどね。そうなんですよね、95球でマウンド降りました。宮西に代わって8回先頭バッターのロドリゲスがセンターへヒット、さらに若月が続いてセンターの左に割っていきます、これがツーベース、ランナー二塁三塁、ワンアウト後代打の伏見、まあ、ここがサードゴロ、打点はつくんですが、ここでディアメーバ統一、オールセーフで記録はエラー、1点返します。ランナー二塁三塁で、さあ大城というバッターボックス、これ捉えたんですよね、これはこの今度のファインプレー、ダイソー佐野が戻れません、落ちたと思いますよ ね、 ちょっとね、ダブルプレー、この表情大城、ここはバファローズ気がなかった、しかしここよく守りました ねそして9回ピンチを出した後の攻撃で2アウトランナー二塁一塁でロドリゲス、アピをしたらこの打球が低い弾道フェンスを越えていきました、さようならスリランホームラン、4対3土壇場バファローズがゲームをひっくり返してのさよなら勝ち、第4号の一発で試合をロドリゲスが決めています、という今日のゲームで、やっぱり最後の最後まで野球はわからないということなんですね、星野さん。こうやってね勝ってみるとね、あそこで頑張っといてよかったなっていうことがいっぱい起きますよね。何度かそういったシーンがありました ね山田にしてもそうですけどね、ケース好きも2回頑張りましたし、うん、大前さん、はい、どうぞ。今日先発しました榊原投手のコメントが入ってきました、はい、悔しいです、ボール自体は悪くなかったと思いますし、5回まではランナーを出しながらもなんとか粘って投げることができたと思います、6回の場面は早くアウトを欲しがってしまい甘く入ってしまいましたと話しています。なるほど。対する有原投手なんですが、今日はまっすぐも変化球も腕を振ってストライクゾーンで勝負できたことが良かったと思います、キャッチャーがいいリードをしてくれてそのリード通りに投げることができましたと話しています。なるほど。まあ、有原は、ね、7回まだ余力を残しながらの交代ということでしたからね。これまた、ね、次勝つのも大変ですよね、有原投手がね、まあ、そうですね、まあ、早く1勝が欲しいというね、開幕投手の有原投手でもあるんですが、まあ、今日のようなピッチング続けてるとね、必ず勝ちはついてくるものと思われます。そうですね、だから相性のいいね、はい、オリックスにやっぱりで勝ちがつかなかったっていうのは結構しんどいかなという感じはしますよね。そうですね、はい、今日はどこの球場も星野さん1点差ですよ。本当です ね全部そうですね、はい、ドゾマリンは結局ライオンズゲームひっくり返しました。ああそうですか、ね、7対6ペイペイドームはホークスが1点差勝って、名古屋ドームはドラゴンズが、そして甲子園は結局5回コウコールドタイガースが1点差勝利しています。さあ明日の予告先発、さ田島が今日の流れを受け継いでのマウンド、ここまで田島投手が非常にこの内容あるピッチングを展開していますね。そうですよね、はい、安定してるし、なんていうんですかね、力勝負じゃなくてね、はい、キレ勝負のなんかピッチングっていう風にちょっとモデルチェンジしてるなという感じがするんでね、楽しみですね。そうですね、はい、一方のファイターズは金子投手が、そうですね、今日の見て、まあ、金子はどういうピッチングというか気分になるかですよね、はい、まあ、ここまでずっとリリーフで、ね、登板していたんで、そうですね、今シーズン初の先発ということになっています、はい、6連戦4つ目のゲームが終わって、まだ土曜日曜6連戦のあと5つ目6つ目が残っているということ、週が明ければ今度はホークスを迎えての6連戦というバファローズでもあります。お伝えしてまいりましたオリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズ、今シーズン第4回戦は4対3
バファローズがサヨナラ勝ち収めています。これで対戦成績はバファローズの2勝ファイターズの1勝、引き分け1つと変わっています。勝ち投手山田で1勝1敗、負け投手は秋吉で1勝1敗です。ビアヌエバとロドリゲスにこの試合ホームランが出ています。この試合の解説は星野伸之さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。両チームのベンチ情報担当は竹村美代さん、実況担当大前和樹でお伝えしてまいりました。明日はこのカードデーゲームです。笑顔をつなぐ空の青さに誘う